はい、こんにちは、ロキです。今回はですね、コンサル生のヤマトさんをですね、またお招きしてですね、いろいろとお話を、聞かせていただこうと思います。で、ヤマトさんですね、まあ、今回、なんとですね、かなり力を抜いた状態でですね、素晴らしい状態、まあ、結果を出されてますので、その辺のですね、経緯とかいろんなことをですね、お話しできたらなと思っておりますので、ぜひ、お聞きいただければと思います。それでは、ヤマトさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、お久しぶりでもないんですよね。つい、3、4日前にお会いしてますけど。懇親会ですね。そうです、懇親会、お疲れ様でした。いやー、楽しかったっすね。いやー、あれはもう、最高でしたね。いや、最高でした、ね。面白かったっすね、ほんと。いやー、ほんとですよ。もう、山形の方から、はるばると。いやー、全然。来ていただきまして。もう、いろんな貴重なお話していただいてね、僕もすっごい勉強になりました。ありがとうございます。あ、いやいや、とんでもないですよ。いやー、まあ、あれはほんと、パッと思い立ってね、あ、懇親会やろうみたいな感じでこう、スタートしたわけなんですけど、やっぱり、いいですね。いやー、しかもいい人しかいないんすよ。そうなんですよね。はい。結構、あれですよね、山本さんはお初、まあ、お顔合わせ自体あんまりしてなかったっていうか、ほとんど全員、僕以外はね、知らなかったと思うんですけど。あ、そうですね。でも全然、もう、すぐ打ち解けましたよね。はい、そうです。なんかこう、こう初めて会う感じな気がしなかったんですよ。そうなんですよね。だからすごい、なんかこう面白いですよね。そう、すごい皆さん親近感もあるし。そうですね。そう、入ってきていただいて席に着かれた瞬間もなんか別に、よそよそしい空気ゼロみたいな。確かにそうでした、ね。そう、一瞬で馴染んで、で、場所も良かったんですよね。いやー、あれ。会場も素晴らしかった。まず、もう一つ目のとこ素晴らしかったっす、ね。ああ、そう。あれ場所言っても大丈夫ですかね。大丈夫か。いいっすよね。有楽町の四万十川っていう。川が流れるね。川が撮影せられて、さーっとこう音が流れて。全部うまっていう。そう。料理も美味しいし。おしゃれだし、スタッフはすごい対応もめちゃくちゃいいし。神でしたよね。そうなんですよ。全員集まるまでお待ちしますとかっていうふうに気使ってくれて。まあ、女の子可愛かったです、ね。そうなんですよ。すごいサービスも良くて、もう、あのお店ユウさんがね、おすすめしてくれて、もうバッチリでしたね。素晴らしかったです、ね。はい。もう、最初から最後も時間が過ぎるのもすっごい早いし。そうですね。はい。あっという間でしたよね。だから、あの後からなんていうんですかね。僕の中でコーラム、はい、の重要性がなんかまた上がったんですよ。あ、上がりました。めっちゃ上がりましたよ。おぉ。要は、はいはい。なんていうんですかね。要は僕は結構自己中心的に生きるのが大切だと思ってるんで。なるほど、はいはい。そう。いや、コーラムを達成してたんですけど、ですけども、なんかあれ意見、なんかもっとコーラムにこう、なんかこう、いろいろこう、シェアしたいなって思いました。あー。だからより、この、切り込み隊長で。あ、そうですね。成績とかそういうの上げ続けるっていうのを思いました。あ、もうありがとうございます。もうその言葉を今いただけただけでもね、僕はだいぶ良かったなと。いや、なんかこう、すごく良かったですね。やっぱこう、そうです。会うっていいですね。そうなんですよ。直接、やっぱりお顔合わせるっていうのが、僕も仕入れツアーやった時思ったんですけど、はい、やっぱりね、ネットでこう、電話とかだけでやり取りするのと、直接会うのって全然違うんですよね。ああ、そうです、ね。うん、リアリティレベルでも実感できるっていうか、あ、こういう方と連絡取ってたんだな、みたいな。しかもこう、みんな面白い人ばっかりなんですよね。そう。個性ありすぎなんですよね。いや、どっかでなんかこう、ぶちのめされてる、まあ僕も例外じゃないんですけど。で、そっからこう、ここまで来てる人たちなんで。あ、そうなんですよね。結構皆さん、人生の、なんていうんですかね、どん底まではいかないかもしれないですけど、結構悲惨な状態から、のし上がってる人たちばっかりですよね。なんか要は、なんかこう、薄っぺらい人間っているじゃないですか。そういう人が一人もいなくてですよ。そうなんですよね。要は、これから、
あ、ロキさんコンサル受けたばっかの方々もいたじゃないですか。ええー。あの、来てくれた方も、ああ、もうこの人たち普通にうまくいくんだろうなってなんとなくわかりましたよ、おそらく。ああ、そうなんですよ。本当にいい人しか集まらないんで、僕もすごい驚いてるというか、まあ、実際お会いしてさらに思いましたけど、やっぱり人間性がすごい、なんていうんですかね、ふわーっと穏やかな方が多いというか。そうですよ、ね。そうなんですよ。皆さん本当にそうなんですけど、なんていうんですかね、気性がすごい穏やか。気性がって言ったら変ですけども。だから、あと、僕が一番思ったのは、はい、要は、ロキさんはもう僕、いや、僕結構年下じゃないですか。ええ。結局。ええ。なんだけど、こう、ロキさんはこう、フェアに、こう、要は、こう、僕の話をこう聞いてくれて、こう、お互いこう学び合ったりとかできるじゃないですか。はいはいはい。これって、普通の人ってこう、意味のわかんないそういうプライドとかあるんでできないんですけど。ああ、そうですね。でもなんかこう、あの懇親会として全然そんなんじゃなかったんで。そうなんですよ。皆さん、ね、本当に学びたいっていうか、そこは全然、年齢とか全く関係ないっていう感じで。だから、ああ、はい、頭いいなぁと思った。そうなんですよね。だから、うん、あの空気で、普通ですよ。僕もなんか、何かに誘われてこう、飲み会とか行ったりするんですけど、なんか、ちょっとこう空気がよどんだりするときってあるじゃないですか。ついつい要は、調子に乗ってこう喋っちゃったりすると、それをなんか、まあ、こっちはすごいシェアしたい気持ちでやってるんですけど、はい、何調子に乗ってんだよみたいな感じでこう見てきちゃってくる人とかいたりとか、まあ、それ空気でわかるじゃないですか。あ、はいはい。その感じが一切なくて、僕も終始穏やかにこう、楽しめたっていうのが、もうそれがもう一体感があったんで、あ、これはもう本当楽しい以外の何物でもないなという。もう終始ニヤニヤしてましたからね。要は2件目でしたっけ、2件って要は僕が暴露しちゃったじゃないですか。僕迷ったんですよね、言っていいのかどうか。あ、だから要マインド面ですね。あ、そうそう。奥さんは、はい、もう普通に頭いいんで大丈夫だなと思ったんですけど、いや、抵抗がほら減ってるじゃないですか。あ、まあ抵抗はないですね、一切。はい。はい、で、しかも、もう自分でやっちゃって、その効果気づいちゃってる。そうですね。ええー。はい。いいんですか。他のその初めて聞いた人って、僕もそうだったんですけど、なんかしか、嫌悪感が出てくるんですよ。ああ、そうでしょうね。無意識の中の、データ、一部のデータが反応するんですよね。はい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 。だから、どうすかなって迷ったとき行っちゃったんですよね。そう、もうあれはもうなんか、なんでしょうね、行っちゃいましょうかみたいなノリでしたよね。でもなんかやっぱりこう、やっぱ素質ある人たち多いのか、はい、なんかそこら辺から 目キラキラになった人いっぱいいました。あ、そうなんですよ。あ、来るなと思いました。そうそう。で、本当にそれ感じたのが、まあ、もともと僕のコンサル生の方、大部分の方が来ていただいてたんですけど、8割ぐらいの方来ていただいてたんですけど、やっぱりいい方たちばっかりだったじゃないですか。で、あ、やっぱなんかこう引き寄せ的な、まあ、世に言われてるその法則があるじゃないですか。事実だと思うんですけど、まあ、同じような人たちが集まってくるっていう。はい。で、それを究極に思ったのが、まあ、二次会が終わった時に、あの方いらっしゃったじゃないですか、入ったばっかりの方。残ってらっしゃった方。で、あの方が、まあ、僕らがね、共通して、まあ、学んでるというか、共通認識の強い部分を知ってたっていう、すでに。ああ、そうそう、同じことを知ってて、それがもう驚異的にびっくりしたんですよね。あ、もうこれ、まあ、決定だなと。でもまあ、僕、ロキさんから聞いたときが、まあ、だろうねと思ったら。まあまあ、そうなんですよね。結果的に言ったらもうそうだよねっていう感じなんですけど。多分一番びっくりしたと思います。そうそうそう。もういきなり言ってきたんで、僕に。びっくりしたと思います。そうそうそう。もう自然と、ロキさんみたいな感じでこう、後ろからスッてこう、お声かけてもらって、実は僕もみたいな感じでこう、事実を暴露された時に、ええー、って思って。あ、これも。そう。この21歳の若造。何喋ってんだって感じするんですよ。ああ、そうそうそう。だから、もう、そう、そのね、まあ、データがもうすでにあったわけじゃないですか、あの方には。あ、てか、あそこにいた人みんなその性質なきゃ。はいはい。あ、そうですね。だから、その強烈にその、まあ、実体験しちゃってるレベルまで行ってたっていうことなんで、はいはい、いや、これ、ないですよ。だって、
チョイスするものって無数にあるわけじゃないですか、そもそも。そうそう、やってたんですよ。だから僕ら引き寄せたわけ。そうそうそう、だから同じものを知ってたっていう時点で、あ、もうこれはもう偶然とかっていうレベルじゃもう計算しきれない、まあ、もう必然でしかないなっていうふうに確信しましたね、あの時に。だからやっぱ、うん、科学者たちって、はい、一生懸命偶然偶然っていうことを言おうとしてますけど、はい、偶然なんて一人の人間関わった時点でなくなるんで、もう苦しすぎますよね、その時点で。あれ、うん、あの要は一人が関わった瞬間、その人の思惑とか関わるじゃないですか。そうですね、すべての現象、うん、つまり人間がいる時点で人間に起きる問題とかいろいろあるじゃないですか、イベントとか、はいはい、あれって全部偶然なんかありえないですからね、はいはい、もう引き寄せてるわけですからね。まあ、例外ないんだよね。うん、僕それ知ってたんですけど、はい、ここ最近っていうか、うん、ここ二月ぐらい僕、もうそれをもう認めざるを得ないことがバンバン起きてるんで。ああ、もう実体験ベースでもう体感しちゃってるから、もう否定できないですよね、もう逆にそっちをね。もう、うん。まあ、ロキさんも多分分かると思いますけど、ロキさん自身もあると思いますし。そうですね、僕自身ももう本当多分ここ1、2ヶ月で、それまでとは、まあ意味が分からないぐらい変わってきてますからね。あと、まあ、僕も見てるじゃないですか。僕も面白いです。結構。あ、そうそうそう、そうなんですよ。今回、話がだいぶね、スーッとカメラ転売から遠ざかりかけましたけど、はいはい、いやー、5月も大変なことになってましたね。うん。実際、あれ、5月ってほとんど力使ってない状態ですよね。もう、いや、ひどいもんですよ、先生。サボりまくってるぐらいの感じですよね、多分。だって、まず最初に2週間家リフォームあって、うん、はい、全然集中できる状態じゃなかったんで、はい、もう出かけてたりとか、はいはいはい、だから出かけた本読んでたりとか、そんなことばっかしてましたし、はい、あとセミナーとかも普通に行ってましたし、はい、まあ、インチキセミナーだったんですけど、あああ、あれですね、20万円ぼったくられたり、ぼったくりセミナーですね。まあ普通にあったんで、はいはい、全然時間かけてないですよ、本当。ああ、だからもうまあ1日どれぐらいっていうのが愚問かもしれないですけど、まあ鳴らせばどんな程度ですやってたんですか、1日。鳴らせば、はい、4時間はいかねえかなぐらいです、おそらく。トータル1日の作業時間、まあ4時間行って4時間みたいな。はい、多分そうです。ああ。4時間の方が僕としては梱包。あ、売れますからね、そもそも。毎日コンポあるんで、うんうんうん、ボコボコ売れますからね。なんか売れだから今めっちゃ売れてるんで、はい、僕はめっちゃやってるんじゃないかと錯覚しがちなんですけど、ただ出品して売るまで早いだけで、あ、そうですね、もうそれは僕も分かってますね、疑いもしないですし、1日要は1日2、3個出品を30日続ければ90個ぐらい出品になるわけですからね、うん、今も。そうなんですよね。乗りいいときは5個とかやった日もあったんで、はいはいはい、まあ、通過だって感じです。あと、まあ、先月からのそのストック在庫とかあったんで。あ、そうですね。だから、まあ、うん、僕も普通に、なんだろうな、その作業量って言われて全然嘘だとか思わないですし、はいはい。はい、別に力抜いても行くわけなんで、やっぱり、ちゃんとやってれば。まあ、あと、一個一個でかかったですからね。もう利益が、そうですね、最初に音声取らせてもらってたときって結構5000円とか、5000円でも高かったんじゃないですか。5000円でも高いって言ってたぐらいで、確かあの時もう早くロキさんみたいな利益出したいですとかって言ってたのが、もうそれ全然やっちゃってますからね、普通に。ポン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 出してるじゃないですか。今のとそうですね。そうそう、そうやって言ってたんですよ。最初の、だから、2月終わったあたりですよね。その頃は、そうやっておっしゃってたんですよね。あ、2ヶ月目か。2ヶ月目ぐらいの時の音声も多分そんな感じだったんですよね。そうです。はい、次利益を上げてきますみたいな。そう、あ、そうっすね。そう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 。そしたらもうこれですよ。要はロキさんと、ええ、やっぱ高根の石神さんですよね。あ、そうですね。もう石神さんは音声流させてもらってるんで皆さんに、ええ、知られてますけど、石神さんも結構高根で売ってきますからね。だからいいなと思ったんですよ、別に僕は。別にそうですね。だからいいとこ取りで、しかも販売個数がめちゃくちゃ少ないじゃないですか。この利益、要は93万円。しかも資金がだいたい200万円もいってない、190万ぐらいのプールのお金で、まあ、要は利益率 50% ぐらい出してるわけじゃないですか。
極端な話、はい、はい、で今利益率 50% で、まあ、93万円やってるんですけど、個数自体もめっちゃ少ないじゃないですか。少ないです。単価高いから、はい、そうですね。単価は1個ででかいですよ。あ、そうそう、単価、販売単価っていうよりはその利益単価ですね。利益単価が1万円超えちゃってるから。だから多分何個くらいですか、今月売ったの。だから今80個くらいです。80個ぐらいですよね。しかもその80個も別にすんごい力入れて売ったわけでもないし、見てると、とかもうなんかほっといてる感じですよね。そうっすよね。だって1日 2、3個、まあまあそれ以上かもしれないですけど、まあでもそのぐらいのペースで出せちゃうわけですから、そのぐらいの数は。あ、はい、そうですね。うん、だから全然余裕ですよね、それぐらいだったら。ああ、余裕です。うん、作業自体は完全ルーティン化してもうすごいミニマムにやってると思うんで。ああ、出品のやり方とかもね、もうすごい早いと思うんですよね。まあ後半からこう撮影の仕方は僕の中で変わって。ああ、そうですね。また新たな手法を取り入れてというか、手法というか、まあ新たな気づきですよね。そこからまたこう一気にこう来たんですよ。うん、ああいうのがポンポン入ってくる偶発的成長ですか。まあ、ひらめきによる偶発的成長ですよね。ああいうの加わってきてるんで、だからこれは、だって、資金190万で93万上げれる人っていないですよ、多分。カメラ転売業界見ても、この数字上げるためにみんな本当に恐ろ、かなりの資金扱ってますからね。聞いてる話だとですよ、僕が。ああ、なるほど。100万円利益出すのに、やっぱ1000万近く資金持ってる人が、結構多いと思うんですよね。まあ少なくても500万以上はないと無理って思ってる方がほとんどだと思うんで。僕、まあ、はい、もうじき資金500万ぐらいになるんですけど。はい。まあ、もうじき、本当もうじきなんですけど。はいはいはい。それちゃんと生かしきったら。そうですね。200万とか普通に行くと思うんですよね。なんかでもやったら単純にあれですよね。そこまでの資金があっても使わないですもんね、ぶっちゃけ。あ、はい、そうっすね。僕もそうですもん。使わないですもん、絶対そんなお金を。はい、一切。そうです。うん、そもそも扱う単価がやっぱり前再三言ってますけど高くないんで。あ、そうですよね。うん、利益率が異常じゃないですか。そうですね。そうだから結構皆さん、なんだろうな、僕も昔やってたやり方とかだと個数売んなきゃ利益上がんないっていうか、その積み上がんないんで、150個とか売って100万とかやっぱようやく到達するレベルでしたけど、もう大変ですもんね。そんなのでやっててもきつすぎるっていうか。あ、きついですよ、ね、めっちゃきついんですよ。100万って同じ数字をやるにしてもそのパフォーマンスが違いすぎる、レベルが。でもまあ、うん、しかも多分使ってないですよね、今も。あ、もう使ってないですね。要は数増やせばいい。そうですね。で、要は安くして売ればいいとかって、うん、典型的うまくいかない。そうそうそう、もうきついだけのパターン。あれはもう意味ないっていうか、もう今考えたら意味ないですよね。根本としてそもそもお客様見てないじゃないですか。あ、見てないですね、一切。だからやっぱでそういう風に発信した人ってうまくいってない人多いと思うんですよ。あと辞めてたりと。あ、そう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 。そうそう、あともう他のに移ったけどうまくいかなくなって、音信不通とか。ああ、そうそう。そういうと思うんですけど、まあ予想通りですけど、僕からしたら。まあきつすぎるからですよね、要は。その利益を上げるためにどれだけの精神的コスト、資金的コストを失ってるかってことなんで、まあ目に見えてますよね。続かないっていう。もうだから、でもじゃあロキさんが、はい、そうなったってたらなんないと思うんですよね。もうならないですね。なんか要はこういうことですよね。そうですね。ちゃんとエネルギー、思考の使い方っていうか。僕はしかもそもそも他のセラミルっていうより購入者側がどう思うかをもう最重要視してるので。そうなんですよね。読んでくれるかとかも当たり前ですし、失礼ないだろうな。そう、だからその、なんていうんですか、パラメーターの分散の仕方が、まあ、安さ重視、仕入れ安さ重視みたいな時は、もう本当おっしゃる通り、お客さんのことなんて別にどうでもよくて、結局なんか、買ってくれればいいみたいな。でも今思ったら、うん、でもお客さんが買うから、人気で言うんですよね。すごい当たり前なんですよ。あ、そうなんですよね。って考えたら、じゃあどういうことかって、お客様、やっぱり重視なんですよね。うん。ここも。うん。なんで、お客様目線で考えない人たちって、その時のノウハウが一時うまくいったとしても、うんうんうん、すぐできなくなって、そう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 。コンサルで教えてて、でもやっぱ、そもそもうまくいくノウハウじゃないじゃないですか。そうですね。
なんでコンサル生から不満来てとか、そんな、うんうんうん、もうスパイラルになりますけどね、そうですね。まあ、要は、お客さんに、まあ、幸せっていうかね、ありがとうを与えて対価をもらうっていう考えじゃないんで、まあ、売って自分が利益出ればいいやって発想に近いじゃないですか、結構。あ、そうですね。うん。だから、まあ、ガラクタみたいなもの売って、利益取るとか。はいはい。だから、それは、まあ、精神的にちょっと続かないですよね。あ、そうですね。しかも、多かったらいいんじゃないですか、多分。どうな、まあ、ちょっと僕も他の方も見てないんですよ、一切。あ、はい、もう全く見てなくて、もうどうなってるかもわかんない。ただコンサル生から入ってくる情報とか、メルマガ読者さんから入ってくる情報しかもう僕は見てないんで。あ、いいんじゃないですか。そうなんですよ、もう本当に全く気にならないから。あ、そうですね、僕が見るべきなお客さんであって。そうですね、別に僕はあとフォーラムの人ですね、僕からしたらフォーラム。あ、そうですね、本当に頑張ってらっしゃる、一緒に頑張ってくださる方はもちろんなんですけど、もうその方が一切気にならないですね、本当に。そうですね、見るべきなのは、僕はもうあとフォーラムと、あとお客様のニーズですよね。そうですね。他のセラーとかどうでもいいですよ、こっちも。多分僕らより稼いでないですしね、間違いない。まあ、このパフォーマンスレベルは、まあ、圧倒的でしょうね。あと、情報発信者の人たちもその輸出とかを見てると、うん、あんまり、まあ、無理だろうなって感じですね。あ、そうなんですね。僕、本当に見てないんですよ。あ、全く見てないんでちょっとわかんないですね。ああ、なるほど、なるほど。そうですね、ある時から全く気にならなくなったっていうか。おお、素晴らしい。そうなんですよね、前は もちろんいろいろこうノウハウとか思ってた時は気にしてたんですけど、まあ、全然気にならないですね。もう本当今は単純に自分の直感とか、あと、まあ、自分のマインドの中を、まあ、整えていくってことだけやってると、まあ、勝手にこうやってなっていっちゃうんで。もう気づいちゃいましたよね。そうですね。まあ、ちょっと、僕の情報発信の仕方もちょっと変わってきてるんですけど、そういう意味では。ああ、いや、いいんじゃないですか。そうなんですよね。要は、いい、もう、より良いものに変化すればいいわけですよ。そうですね。ない昔のそういう仮面とかデータをすりゃいいんですよ、それ。いや、本当の自分じゃないんで、そんな。そうなんですよね。しかもないんで。だから、まあ、そう考えると、この間の懇親会がうまくいったっていうのも、なんか、ああ、こういうもんなんだなっていうふうに感じましたね。まあ、うまくいったっていうのは、自分自身も楽しかったっていう。ああ、いや、ロキさん、相当楽しんでました、ね。僕も、多分、結構酔っ払ってましたね。いやいや、面白かったですよね。あ、ほんで、もう喋りまくってた気がするんで、あの時。で、そうですね、7割ぐらいノウハウ以外のこと話してましたよね。7、8割ぐらいはもうマインドみたいな。いやー、でもあれは鈍いんで、あれがね、あれがないと、まあ、あれがないとっていうか、なくても別にできるんですけど、あった方がもうね、はい、木のコントロールできる海洋圏何十倍みたいな、はい、勢いあるんで。結構ね、この世のアニメみたいなんですよね。そうなんですよね。要は人間が気づく2段階レベル僕あると思ってて、はい、最初幼稚園児で結構こう周り不思議だらけになるじゃん。はいはいはい。で、教育受けてバカなって、はい、現実こんなもんだよねっていうレベル行く。ああ、はい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 。で、次に脳とか勉強して、あとは心理学とかですね。はいはい。こう動いたらこういうパターンだっていう、まだちょっと可愛いレベルになるんですよ。はいはいはい。さらに気づいちゃうと、うん、あれですよね。そうそう。なんか変にこう、ね、答えをね、固定的な答えを見つけようとするんですけど、それが実は間違ってるんですよね。あ、やばいやばい。で、気づくと不思議ワールドになる。そう、まか不思議アドベンチャーワールドに入っていくっていうね。経験レベルでしかもそういう現象はポンポン来てきちゃうんで。そう、だからそっちを信じないわけにいかなくなってしまうんで、結局は。面白かったですよ。もうあれはもう面白い。くじ引いた時とか面白かったです。あ、そう。これ、放送、初めてですけど、ここでお話するの初めてですけど、実はあの後帰れなくてですね、懇親会の後僕と大和さんは帰れなくてですね、新橋をうろうろ、ま、歩ったんですよね。有楽町から新橋までこう歩きながら喋って、で、そうたどり着いた、まあ、カプセルホテルがあるんですけど、そのカプセルホテルは僕ら初めてだったんですよね、行くのが。面白かったです。そう。まあ、ほんとバリ風の、まあ、ちょっとバリ風とか言うとちょっとわかる方、ピンとこられる方いらっしゃると思うんですけど、変なとこじゃないですよ。カプセルホテルですからね。カプセルホテルで、そこで、ま、受付をしたら、
まあ、くじを引いてくださいということでね、一等賞が、ディナーがペアで無料になるっていう、まあ、これ言っちゃって大丈夫ですよね、別に。いいね、そうですよね。で、結構ちゃんとしたディナーだったんですよね、見ると。そう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 。で、それを、まあ、天下一武道会のくじ引きみたいにこう箱にこう手を入れてね、ボールをこう取るんですけど、案の定僕は外れでですね、で、まあ、確率が30分の1なんで、まあ、こんなもんかって思ってですね、で、大和さん、じゃあ次って言ったら、見事に当たってね、見事にパッて、えって、まあ、当たるだろうなと思って聞いたら、当たった。そうそうそう、だから、それを見た瞬間に、あ、この人はやっぱり持ってるなっていう、持ってるっていうのはもう、持ってるっていうよりも、まあ、そこの部分をもう熟知して、まあ、研ぎ澄ました結果だなとしか僕は思いませんでしたけど、そうですね、うん、驚きもしませんよ、もう。それまがいのこと僕ゴロゴロ来てます、ね、そう、周りで起きすぎてるっていうのはもう事前に聞いてたんで、でもまあ本当なんだろうなっていうか、もう嘘だとは僕は思ってないんで、一切、はい、一切嘘って思う意味もないし、あ、そうなんだろうなって思ってたんですけど、目の前で見て、あ、これかってあ、これだってもう、あ、確信ですよね。もう普通に起きてくるようになっちゃう。普通当たんないですから、あんなのパッて引いて、で、あれが当たっちゃうっていうのはもう、うん、あ、まあなるほどねって、そうなんですよ、うん、思うしかないですよね。でも本当は運とかそういう流れってあるんですよ。ああ、もうあるでしょうね。だってめちゃくちゃやたら運いい人っているじゃないですか、世の中に。本当に、そうそうそう。だからそれって別に偶然じゃなくて、自分で引き寄せてるだけなんですよね。やっぱてかランダム性ってこの世ないんだよね。はいはいはい。確定性原理はいいんですけど、あれ前提条件って人間関わり以外ではなんで。そうなんですよね。もともと人間がそういうもんですからね。はい、じゃあ要はそのデータに侵す、あ、まあこれ言っちゃっていいのかあれですけど、まあそもそもそのね、要はある程度やっぱ人間関わってきちゃうと、はい、もう不確定性原理さ、不確定性になっちゃうと。そうですよね。結構やっぱこうなってくるんですよ、やっぱり。だからやっぱ運とかあるんですよ。そうなんですよね。だからデータがある以上はね、そこからそのデータに基づいて原理を話しても意味ないですもんね。あ、そう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 。だからそう考えると本当にクリアな状態が一番強いですよね、やっぱり。クリアな状態が一番強い。まあこういうのに気づいてくると、あーってなるんですよね、結構。だからそれがね、肌で感じられたっていうのも僕は結構大きかったですね。いや、でかかった。でよかったですね。やっぱ、まあ、自分でもありえないなと思うことは起きてはいるんですけど、それがまあ、間近にこう見ると、あ、こういうことか、みたいな。まあ、要は、顕在化しましたよね。顕在化しましたね。具現化しましたね。だから、要は、僕言ったのが、要は、あの前に、ああ僕が、その、まあ、無料でっていうか、結構有料級のことガンガンもう、それシェアしたじゃないですか。そうですね。要は、そういうのやったんで、いいことが返ってきちゃったんですね。そうですね。倍増して。そうです。当たり前の原理です。そうで、それを結局僕がいただくというね。いいことがまた返ってきてしまった。奥さんにあげる。僕がいただいてしまう。誰と行こうみたいな感じですけどね。いやいや、ちょっと今検討中ですね。ありがとうございます。いやいや、そういうこと起きてくると結構面白いですよね。だから要はやっぱり売れやすいんですよ、僕は。そうなんですよね。だからまあ、うん、そういったものも加わってくると、もう神がかってきますよね、やっぱり。これは僕それに気づいて、はい、要はやっぱりだから目標ちょっと立てるのちょっと置いといてもらって、あえてやめたんですよね。はい、悪い流れ作っちゃいそうでした。うん、僕だから仕入れちゃう。でも逆にそれをしたことによって数字がガッと伸びて、しかもそのパフォーマンス下げて、パフォーマンス下げるっていうか、まあ時間ですよね、使う時間を圧倒的に減らしてもここまでのクオリティでいけるんで、そっちが正解ですよね。だから今5月はだいたい、どのぐらいでしたっけ、68万ぐらいでしたっけ、あ、いや、あ、そうそうそう、あと70弱ですね。69万だったと思いますね。ああ、60… 4月です。先々月。あ、それちょっと休みますって、なんだかんだ言って。そうそうそう。その時から目標立てるのちょっとやめたんですけど、もう結果的にね、時間は使わずに、そこまで使わずにパフォーマンスレベルが一気に向上して、結果も一気に向上したっていう恐ろしい結果出てますから。やっぱ一番でかいのはその販売の何かを掴んだところです、ね。あ、
そうですね。大切ですよね、一番。そうですね。あんまり。だから、はいはい、いや、まあ、山本さんからは販売報告は常にこう、見させてもらってるじゃないですか、僕も。あ、はいはい。だからもう、まあそんなもんでしょうねっていう、そんなもんっていうのはその、これぐらいいきますよねっていう話ですよね。見てたら、だって、ただみんな気づいてますから、それは。あ、これぐらい、あ、そうですよね、以上、みたいな。疑いの念ゼロみたいな感じなんで、いや、そりゃそうですよねっていう感じですよね。変に、うん、もし目標変に定めてたら、うん、やり方も固定化しちゃって。あ、そうかもしれないですね。そうですね、そうです。うん、僕って最近その、偶発的成長っていうか、はいはいはい。運よくこう、なんか成長することっていっぱいあると思うんですよ。ええー。それを自分であえて作るようにしてるんですけど。はいはいはい。だから要はそのおかげでやっぱ予想通りやっぱ売り方レベル上がったんで。そうなんですよ。意外とあれですよね、ボケーっとしてたりとか、本当にそれこそ本読んでたりとか、はい、散歩してる時とか、はいはい、そういう時間を、まあ、設けた方があえて、その方が意外と偶発的成長ってあったりしますもんね。めちゃくちゃ大切です。そう。だから、必死こいてとか、もうそれこそ泥水すすってとかっていう概念って実は全く意味なくて。僕それ好きなんですけどね、結構。うん。いいんですけど、だから最近気づいちゃったのは、いらないっていう。そう。それがね、別に必要ないっていう。楽しんでやってた方が実は伸びてしまうっていうね。やっぱ自己啓発書とか、うん、あと経営コンサルタントとか、うん、努力しちゃってる人なんで。そうそうですね。あんまり分かってない人を書いてるんですよね。教えてる人とか。そうなんです。だって要はその人だって本当にそれ分かってんだったらですよ、ロクさん。はい。自分やりゃいいじゃないですか。そうなんですよね。やってないってことはやっぱで、ね、分かってないってことなんで今思って。そうですよね。だから僕、だから要はそういうのも、まあ、薄々気づいてたんですけど、うん、まあ、自分でもうなってきちゃってるんじゃないですか、もう、明白に。そうですね。あ、やっぱこっちの方楽なんで、要は古い方捨てて、うんうん、今と言いましたね。そうですね。だから、まあそう考えると、まあ、めっちゃ頑張りましょうとか、はい、まあそれこそ数売りましょうとか、はいはい、もうめっちゃ必死じゃないですか、もう、必死。もう死に物狂いじゃないですか。死に物狂いですね。それ自体がもう崩壊してくりますよね、そもそも。うん、やっぱそういうふうにやってる人たちうまくいってないんですよ。きつすぎますからね。一時的にノウハウうまくいって当たったりしてるんですけど、うん、でも多分自分で無意識で、あ、これ続かないなって分かってるんですよ。あ、そうですね。もう不安がってる人多いと思うんですよ。そう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 。だから、でも僕そういうのゼロなんですよ。多分ロキさんもそうなんですけど。僕全くないですね。だから、はい、懇親会の、はい、ほら、シェアした第一声やったじゃないですか。はい。力抜けでしたからね。あ、そうそうそう。僕もあれですよ。そう、指導させていただいてるときに、必死こかないでくださいって言ってますからね、常に。もう笑顔で楽しんでやりましょう。以上、みたいな。以上っていうか、まあ、それが重要なんですよね。めちゃくちゃ。そうそうそう。もう必死こえて、もう やりまくってくださいって。意味ないですから。意味ないというか、まあ、気づいてきましたよね、僕らも。まあ、そうですね。そう。だから、飲みにした方がいいですね、周りに。そう、楽してとかっていうのとはまたちょっと意味が、楽してっていうのは何もしないって意味なんで、はい、そういうことじゃないんですけど、その、肩肘張る必要ないですよってことなんですよね。無駄な力を抜きましょうっていう意味っていうか。その方がこう、エネルギーちゃんと流れる。そうそうそう。実はその方がね、行動もちゃんとできたりとか、そうそうそう。あと、行動の時にノイズとかが減るんで。そうそうそう。そうなんですよね。無駄な抵抗なくなりますからね。そうすると行動することに対しての。出品数、やっぱそうすると、楽しててもやっぱ結局出品数増えるし、うん。そう、必然的にじゃあ出そうって気持ちになって、行動もそのままやりますしね。で、利益もなんか積み上がってくるし、気づくと。そうそうそう。だから、懇親会前ですか？はい。僕ちょっと、あれって思って計算してみたら、はい、なんか78万ぐらいあって。そうなんですよね。やってて、ちょっと、今後ちょっとちゃんと測ってみますって言って、6社行ったんですよ。そう、それでそこからもう15万ぐらいアップしちゃってるわけですからね。あ、そうですね。数日で。だからそういうことが起きちゃうんですもんね。だから、そのおかげで僕っていうのは本気出せば、うん、もう普通に100万を、本気出さなくても100万もう行くんだろうなって分かるじゃないですか。そうですね。はい。で、能力もやっぱついたんで、やっぱり。はい。そこがすごいゆとりまたありますよね。そうですよね。
だからさらにゆとりがあるから、まあ、そこの部分を信じてるじゃないですか。この形態というかこのやり方とか考えも合ってるなっていう、その余裕ですよね。あ、もう無理する必要ないっていう絶対的余裕、その状態でやれるから、さらに行動も楽しくなって、もうどんどん事情ですよね、この事情計算でブワーって上がっていく。いや楽しいですよ、そう、リアリティベースっていうか、その体感ベースで感じてるから。だからなんだろうな、こう、まあ、トマビリさんも、はい、まあ外れではないんですけど、ただいわばそれよりいいやつ見つけちゃったって感じですよ、ね。あ、まあ、馬より車の方がいいじゃないですか。そうですね、馬よりジェット機の方がやっぱいいし、うん、でまあトマビリさんの車ではあるんですけど、うん、でもそれっていわば、なんつうのかな、まあ、もともとはその奴隷教育プログラムなんで、結局ね、うんうんうん、やっぱり、どうしても。ちょっときついんですよね。あんまり、今思うと、うん、そこまで、いや、いいんです、強力なんですよ、やっぱその分、やっぱ。そうですね。でもやっぱジェット機ではないって思うんですよ。ああ、まあ、なんつうんですかね、やっぱ無駄な力ちょっと使わないといけない系ですよね。ああ、そうです。無駄にこう、まあ、ノイズとかもめっちゃ入りまくり系っていうか、まあ、ちょっときつい、その維持するためにこう必死こかなきゃいけないっていうところあるんで、効果は素晴らしいんですけども、うん、そこら辺の限界性っていうのに、あの、まあ、うすうす気づいてて、でここ2ヶ月でもうそういうの僕らやってないじゃないですか、はい、そうですね、一切やってないですね。でも皮肉なことに今の僕もロックさんはどんどんいい感じになっちゃってて、そうなんですよね、感じはやっぱこっちの当たってたなって感じです。うん、まあ、うん、確かに成長できた部分もあるんですけどね、それをやり続けてここまで来たってところもあるんですけど、だけど、そう、より楽になっていくっていうイメージですよね、それを捨て去ることによって。いいんですよ、まず無力感を感じているよりは、うん、いや無力感とか、あの現実こんなもんだと思っているよりは、なんか脳でなんとかできるって。あ、そうですね、はいはいはい、フェーズ、うんうんうん、フェーズ2、フェーズ3あたり行くと、うん、要はそれだけじゃないよねっていうことに薄々気づいたりするんですよ。そうですね。現象で起きてきちゃって、うんうんうん、人生ポン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 。そうですね。だそう考えると、まあ素晴らしいことをやってるんだなと。だそれに、それに伴って、まあカメラ販売に関しても、そのマインドが上にあって落ちてくるものが、まあ実際僕たちがカメラを販売するっていう行動になってるんで、やっぱ質自体も全然やっぱ変わってくるわけじゃないですか。カメラ販売自体も考え方自体も変わるし、違いますね。うん、だからまあそういう意味でもいいですよね。だって売ってて楽しいわけですから。いや楽しいっす、売れて楽しいんですもんね。だっていや楽しいっすよ、それ。そう、あ、これなんかなんていうんですか、やっぱ最初にお伝えしてましたけど、積み上げ式じゃないですか、結局今やってることって。まあなんかその一喜一憂するような、パーンやったー次稼げないとかじゃなくて、つつつつつつつってどんどん積み上がっていくようなやつなんで、楽しいんですよね。スキルもレベルアップしていくし。そうなんですよ、特に販売スキルがね。しかも販売スキルって意外とどんどん向上していくんですよ。そうなんですよね。やっぱ他のセラーさんとも明らかそのコーラムの人たちのクオリティが違うっていうか。そうなんですよね。圧倒的に成長して、みんな成長してきてますからね。だからやっぱりこう、いや同じことしててもやっぱ全然成績が違うんですよ、うん、そうですね。だからそういうのも面白いなと思って。だからまあ本当にその見えてるもの自体がやっぱ違うんですよね。同じことやってはいるんですけど、あのその人にとっての現実、その見え方ってあるじゃないですか。僕らと例えば同じことをあの外側でやろうとしても、そもそも情報共有度のレベルも違うし、圧倒的に違うじゃないですか。もう情報共有度のレベルとか全然違うでしょ。全く違うんで、外にいたらわけわかんないことになってるみたいな感じだと思うんですよ、正直。だけどだからその状態でやっても、あの表面上の上っ面の部分だけしかもう分かんないんで、同じことやってるように見えるんだけど、なんちゃってたんで、できるわけないんですよね。でしょ。うん。だからやっぱ悩むし、なんでなんだろう、なんでできないんだろうっていうふうになるし、だから情報共有度を一気にこう増しちゃった方がもう一瞬ですよね。そうですね。うん、一瞬だし、うん。早い。やっぱフォーラムいいですよね。そう、あそこの価値がもうかなり上がってきてますね。僕も最初から思ってましたけど、ここ絶対すごくなるなって。だから僕なんか最初から、あ、ここ最強集団になるんですけど、もう断定系っていう。あ、そうですね。もう本当にそれが早い段階で
いや、これもう間違いないですねっていう状態になってきちゃってるんで、これはやばいっすよ。トップセラーじゃないですか、おそらく。あ、そう、もう間違いないです。あ、だパフォーマンスとか、その資金とか、あの、かけてる時間とか、多分、うん、あ、間違いなくトップセラーですよ。おそらく、で、僕はでも、惜しみなくシェアするじゃないですか。あ、そうですね。やってることもシェアするし、あと、うん、マインドですか、マインドそうですね。うん。ガンガンシェアしていこうかなと今後思ってるんで。うん。だから、多分、で、ロキさんももちろん最初から素晴らしいですし。ありがとうございます。石神さんもすごいし、ツッチさんもすごいし。そうなんですよね。で、だからこれから入ってくる人たちも、もう見てると、ああ、もう余裕で来るだろうなって感じなんで。そうなんですよね。全然。で、多分、同じ振動っていうか、同じこう、なんていうんですか、類は友を呼ぶじゃないですけど、はいはい、勝手にね、引き合ってくれるんで、はいはい、まあ、これから、まあ、入ってくださる方とかも、そういう方しかもう来ないと思うんですよ。あ、別に、無理でしょ。そう、別に僕、無理やり、コンサル売ったりとかしてないですからね、本当に。あ、そこもいいですよね、はい。そう、お願いしますとか、そういうの一切やってなくても、勝手に気づいてきてくれるんで、そこがいいですよね。要は、うん、いいっすよね。なんか、今、なんていうのかな、なんかこう、やっぱりこう、言語化とか、はい、それでも言えないような現象ってやっぱ起きるんですよね、やっぱ。そうですね。だから、そういう、やっぱいいクオリティの人間が来るっていうのがいいですよ、ね。そうなんですよ。だそれが、まあ、今回の懇親会で、もう、あ、やっぱりそうなんだなっていうのも、やっぱまたさらにこう、確信させてもらったっていうか、はい、多分それ皆さん感じてくれてたと思うんですけどね。あそこにいたメンバーみんなが、なんかこう、いい波長っていうか、うん。僕はめちゃくちゃ感じました、ね。僕ももう相当感じてましたね。まあ、もうこれ、やばいなっていう。僕はもう楽しかったですね。はい。僕も楽しかったですね。いや、皆さんからもありがとうございましたっていうメールいただいたんで、もう本当に、まあ、楽しんでたようにしか僕も見えなかったんで。なんだろうな、こう。うん。よくそういう居酒屋でこう飲むでもいいんですけど、はいはい。そういう友達とかにいるんですけど、なんかそういう、なんつうのかな、なんとなくつるむっていうのとはこう違うクオリティ。違いますよ。もう全然違いますって。だから、あと、うん、それが僕はいいと思ったんですよ。そうですね。だしかもなんて言うんですかね、なんかこう、なんかノウハウ盗んでやろうとかっていう感じじゃないんですよね、みんな。シェアしようみたいな。どっちかっていうと、その、なんて言うんですかね、そういう懇親会とかに行くときって、この懇親会ってなんかノウハウ盗んでやるみたいな。なんか一つでも情報取ってやるぐらいの感じで行く人って結構多いと思うんですよ。ケチくさっすね。そう、でも全く違うじゃないですか、もう。シェアしたくて仕方ないみたいな。あ、僕の場合、そっか、僕シェアすることしか考えてない。そうそうそう。で、僕も、もう、なんか、どれだけ皆さんに浸透してもらえるかしか考えてなかったんで、だから、まあ僕は当たり前ですけどね、主催なんで。ああ、いや。そう。だけど、皆さんが見てると、やっぱりシェアしてる。ですね。うん。まあ、特に入った方は当然、もちろん、ね、聞くっていうか吸収する部分の方が多いとは思うんですけど、それがまあ、育っていただいた方に関しては皆さんもうシェアばっかりだったんで、そう、隠すこともないし、まあ、そもそもフォーラム内で、ほぼ共有してるじゃないですか、そういったことは。だから成長早い。そうなんですよね。だからそれをしかも隠さずにみんなもうオープンにしてやるんで、もうこう、早いに決まってますよね。組んだ方が早いですからね、やっぱり。早いんですよ。早い。テラーじゃなくて、うん、お客様ですからね。そう。見るべきだ。うん、そうなんですよね。だからシェアした方が早いですからね。早いんですよ。で、あと、自分で考えられることなんて、たがたち入れてますよね、やっぱり。そうなんですよね。はい、だからいいことしてる間にもうシェアちゃんとしといて。そう。で、自分困った時に、うん、要は信頼できるちゃんとした仲間いれば、返してくれるんですよね。できるじゃないですか。そう、自分に足りない部分がいきなりポーンって出てきたりとか、はいはい、僕も山本さんからものすごい吸収させてもらってますし、はい、いや、他のフォーラム生の方からもやっぱもらってる部分がめちゃくちゃあるんですよね。だからやっぱそういうのも僕らってその論理とか本に書いてあったじゃなくて、はい、経験しちゃったじゃないですか。そうですね。だから僕はもう惜しみなくシェアするんですよ。そう、それがね、もう
素晴らしい、素晴らしいっていうか、ありがたいですよね。要はこういうクオリティの集団ってなかなかできないんで、はい、ましてはビジネスってなると、うん、質の悪い人間も入ってきて成績上げちゃったりとかしてるんですね。ああ、はいはいはい。寸法感情で考えるような、基地臭いですけども、うんうん。で、そういう人がやっぱ多くなってくるんで、ビジネスって。はいはいはい。やっぱなかなかこのフォーラム、だから僕このフォーラムに勝てるフォーラム、あともうほぼいませんって言ったらそういうことですよ。あまあ、トータル的なそういった部分とかもね含めたりとか、まあ、成績はもちろんですけど、あの、まあ、成績っていうのは別にはもう勝手についてくるぐらいに最近もう思ってるんで、気づいてきて、いやもうだってもうこれやってたらだって伸びないわけないですから、完全に、まあ、要は、ね、うん、一番出るケースは僕いますし、そうで、それをシェアした人たちが成長してくれば、まあ、さらに強固になってきますし、土屋さんもめっちゃ伸びてるし、土屋さんもあれですよ、今月やっぱりもう目標も達成しちゃってますから、あ、先月ですね、先月もう目標以上に成績上げちゃってますんで、予想ですね、全然、まあまあまあ予想通りですね、うん、マインドがいいんですよ、そう、マインドがいいんですよ、やっぱり更新なんて面白かったああ、そうなんですか、いや、面白かったですよ、これ今はたっぷりかくって、あ、そう面白かった、そうですね、もう土屋さん没頭してますからね、いやでも本当は素直な方で、そうなんですよ、そうですよ、いいものはいいって見えるお方なんで、そうなんですよね、もう本当に、うん、なんまあ、お話してて気持ちがいいんですよね、クリアなんで、もうああだから、ああこの人だったら今回伸びるだろうなと思うんですね、思います、そうなんですよ、だから、うん、もう本当に土屋さんも言ってましたけど、もう肩の力が抜けてなんか車に乗ってるような感覚ですって言ってたんですよ。いや本当に流れにただ身を任せて単純にそれで作業してるだけですみたいな。実はそれが正解なんですよ。それは正解なんですよね。だから無駄な力が入ってないからもうあれだけやっぱり行動もちゃんとスムーズに円滑にできてるし、あ、売れるんですよね、面白いぐらいに。そうですよ、僕も肩の力ドゥレドゥレ、もうグレグレ。ガダンガダンですよね。もう、ウォークトロキさんとかも、公式会の後ももう、ふにゃふにゃでしたし。もう、もうさ、もう朝とかになって、もうなんか、もう、ふぬけみたいになってましたもんね。あ、これ、あ、皆さん出勤ですで、ありがとうございます、みたいな感じで。やってましたね。僕、その日何にもしてないですからね。懇親会の前日から、前々日ぐらいから何にもやってないですもん。ぼーって。ぼーっとした。なんかこう自己紹介とかこう堅苦しいのから入るのかなと思ったらすごいこうラフな、あ、そうです、そういえば自己紹介してないですね、え、大丈夫です、そうですね、そういえば何々さんです、よろしくお願いします、終了みたいな感じでしたね。ちがみさん言ってましたよ、え、俺ちょっとあの後の3人はあまりわかんねえんだけど僕がいないときあ、そうですよね、一緒に、でも来ると思うんで、そうですね、あ、そっか、石垣さん面白いな、石垣さんもう面白いですよね、面白い、大好きなんですよ石垣さん、なんかあのキャラクターがもう大好きなんですよね、いやなんか寡黙 なんか不思議な感じですよね、いやでもギャップがそう、ギャップが ものすごいあるんですよ、だからなんかもういいっすよね、なんか結局あれ石垣さんとユウさんと僕と山本さんは3次会まで行きましたもんね、来ましたね、ただ3時間がちょっとね、短すぎましたよ、あれ。そうですね。もっと行きたかったんですけど。まあでも、まあ、月曜ですからね、次の。そうそうそう、そうなんですよね。だからもう、あの後、ちょっと、もうちょっと長く話したかったなと思って。ああ、そうですね。そう。面白かったですね。だあれが、まあ、銀座だったんで、はいはい、新宿あたりだともうちょっと展開違ったかなと思ったんですよ。ああ、なるほど。そうそう、なんか銀座って、みんな帰っちゃうじゃないですか。あ、そうなんですよね。そうそうそう。12時近くなると、みんなお疲れ様でした、みたいな感じで帰っちゃうんで。そう、いきなり静かになる。そう。あれが、もう、現実に返しちゃうっていうか、はっ帰んなきゃ、みたいな。びっくりしましたね。そう。ほったーってしてたら、なんかいつの間にか、あれあれあんまいねえ。そうそうそう。なんで、あれがみんなまだまだこう、話してると、時間感覚がもうわけわかんなくなるんで、あ、もうこのままいましょうかって話もなると思うんですよね。あ、なるほど。そうそうそう。あれがね、ちょっと失敗したなと思って。やっちまったと思ったんですよね。いやでもすごい人間臭くていいですよ、みんな。そうなんですよね。人間臭い人好きなんですよ。あ、そうなんですね。
なんつうかこう、肩書きでいちいち話してくるやつは腹立つ。ああ、そうですね。はいはい。フラットな感じですよね、要は。なんつうのかな。別に俗っぽさとかこう好きですし。それも全然 OK だと思ってるんで、そうですね。見るとすごい面白いですよね。面白いですよね。だから、うん。まあ、ゆうさんと結構喋りました？いやいや、喋りました。あ、ていうか、ずっと隣でしたもんね、ゆうさんと。基本は、はい、基本は。で、なんか、ゆうさんもめちゃめちゃ、なんか勉強になりましたって言ってましたね。いやいや、ほんとこう、いいっすね、飲食のことを結構聞いたりして。あ、そうなんですね。はい、そう、あの人はもう、優しい方で。そうですよ、まあ、3時みたいなもんですからね、うちの。フォーラム内の3時みたいな、コック長みたいなもんですから、まあ、あの方の料理すごいですよ、ほんと。なんかこう、いろんな現象来ちゃって、ああ。資金がなんかこう減っちゃうって言ってたんで。あ、なるほどですね。はいはい。その解決策、ありがたいことに、僕去年の今頃ちょうどそれにぶち当たってて、僕、もう実行してから、もう今はもうお金増えてるっていうだけなんですね。あ、はい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 。だから、それもシェアさせていただいたので。ああ、なるほどですね。ありがとうございます。全然問題ないと思います。そうですよね。まあ、結局、その流れっていうか、気の流れ自体をこう、変革させただけっていうか、元に戻しただけですから。まあ、教えたことってすごい、昔から有名なことで。はい。で、すごい、当たり前のことなんですけど、誰も実行しないんですよ。あー、なるほどですね。で、僕、それちゃんとやってたんですよ。実験って。で、今もう、去年のだって30万歩かないかだったんですけど。はいはい。今もう400万超えてますからね。そうですよね。しかも、まあ、コンサル受け始めてから激変ですもんね。そうそうそう。ってことはここ本当数ヶ月、4ヶ月とか、はい、そのレベルでギューって増えてるわけですから。あと稼ぐ力ついたりとか。ね、恩恵が半端じゃないですよね。そうですね。要はそれやった簡単なことなんですけど、うん、やっぱそれが布石でこういい現象が起きるっていう。でも本当に分かりました。本当にね、もう気づくわけないんですよね。気づけないんですよね。はいはい、しょうがないっていうか、もうこれは。そうそう、経験的にやっちゃう、もうやって知っちゃうと、うん、やっぱあるんだなと思います。そう、でも、本当か、嘘ついてる。そうですね、もう本当に逆に言えば、皆さんは違う思考で経験を積んじゃってるから、そっちが邪魔しちゃって、もう気づけるわけないんですよね。あ、そうですね、真逆側の経験値が溜まりすぎて、そっちが現実だって思い込んじゃってるから。だから成功するための努力だ。そうそう。だそう考えると本当アニメですよね。アニメチックなんですよ。アニメなんですよ、結構。そう。まあ理論とかで、まあ理論とか理論化もしてきてるとは思うんですけど、でも、はい、実はなんか理論化できてなかった時の人の直感の方がすごかったみたいな。直感ってね、そのレベルのなんか話の方が実はすごい真実性があって、それを、まあ、実行できないのは自分の意味のない経験とか記憶でしかないってことなんですよね。邪魔してくるんですよ。邪魔してくるから、もうそれが全部。だから真実聞いても嘘でしょって思ったり。あと、そうですね。大半の人は、その、自分がこうこうこうだっていうデータ、画面でもいいですけど、はいはいはい、誰かと出会う時の、ええ、ええ、さと変えるじゃないですか、人って結構。自分はね、代表取締役だとか。そういう時はそういう仮面とか、うん、いいんですよ。仮面結構みんな被るんですか？はいはいはい。あ、別にいいと思うんですけどね、ええ。ただ、それと自分を同一視しちゃうっていう間違いを、そうですね。早い頃からもう調教で教えられてきちゃうんですよ。うん。なんで、そうなんですよ。要は、いいことを見つけた時に、うん。それをすぐやればいいんだけど、うん、僕とか奥さんすぐやるじゃないですか。はいはいはい。だけど、大半の人ってその、仮面捨てられなくてですね。そうなんですよね。だから、損して、損ばっかりしてくる。うんうん、だから、まあ、なんていうんですかね、まあ、自分とその仮面は別にあって、チョイスできるぐらいの感じの方がいいですよね。そうです、まあ、こういう仮面もあるし、まあ、つけてもいいよね、でもこっちにもいい仮面があるから、今日はこっちつけてみようかとか、そういうなんか客観視ができれば、いいものが選別できるじゃないですか。だから、要はそういうことをちゃんとやるためにするアフォメーションとかあるんですよ。ああ、そうですね。アフォメーションとかって、私は何々であるとか、はい、最近やっと分かってきたんですけど。はいはい、こうがしたいとかを紙に書いて、夢からノート書きなさいとかあるんですけど、ええ、あれって要はいい仮面をこう自分で常時つけられてるように、調教を受けてくると思うんですよ、うんうん。はいはいはい。ただ忘れちゃいけないのは、それの夢に向かってる時の自分と、その、わかります？その行動してる自分は別だよって分けとかないと。そうですね。
ないとそのお金失敗した時に自分が言ったみたいな錯覚しちゃうし、はい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 、あ、そう、分かります？そうですね、ミスったとしても、自分と関係ないじゃないですか。関係ないですね。だけどあの自分ダメだっていう風になっちゃったりとか、自分否定しちゃうんですね。お金減ったって別に自分減るわけじゃないじゃないですか、今思うと当たり前なんですけど、はいはい、でも大半の人ってその自分とそれを同一化しちゃってるんで、そうですね、自分が不安になっちゃうと、だからそうですね、その辺って切り離しってなかなか切り離しましょうって言ってもやっぱ難しいんですよね。単純に切り離すのは難しいんで、感覚の問題になってるんですよね。そう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 、僕最近それ結構掴んできちゃってて、すごい楽なんですよ、ね、だからその辺がね、なんか切り離しができると、まあそれと同時に不思議な現象がたくさん出てきちゃうっていうこと、まあ、これ結構もう答え言っちゃってますね。あ、はい、だからみんなミスっちゃうのは、その、現状の自分の仮面あるじゃないですか。はい。こう、広告収入。ええ。今後しかお金なくてとか。はいはい。で、その仮面自分と錯覚しちゃうんですよ。そうなんですよね。だから僕は、なんか、今この状態になってきたじゃないですか。はい。で、ああ、もうお金持ちのなんか時間の問題だなって本当思うんですよ。はい。で、じゃあ、かといって、でも、そんなこと言ったら去年も僕貧乏だったじゃないですか。はい。でも、その時の、僕を自分だと思ってなかったんで、別に。ああ。だから別に惑わされないし、いや、かといって、じゃあ、今こう、調子こいで成績上がってきたじゃないですか。はいはい。かといって、じゃあ、調子こぐかって言ったら、でも別にそれ僕のそのパターンが良かったわけで、はいはい。僕とはあんま関係ないよねって話なんで、結局。うんうんうん。やっぱそういうコツコツ系はやめないっていうのも、普通に思いますけど、ね。そうっすね。だからそういうふうに考えられないと、こう、成功してから調子こいじゃって、要は仮面を自分だと錯覚しちゃうと、要は成功するためにいい流れを自分で作ってたんですよね、例えば。はいはいはい。人のことを助けてたりとか。ええ。そういうことをコツコツ積み重ねたとか。ええ。だけど、うまくいったときとか、ちょっとこう安定してきたときに、ええ。要は仮面自体が自分だと錯覚しちゃうと、要はそれ自体をやんなくなるんですよ。そうっすね。そうするとやっぱちゃんと没落してるっていう。きれいにちゃんとしたそういうシステムができてるんですよ。面白い。うん。そういうのに気づいてきて、あ、面白いなぁ、結構。そうなんですよ。だから、いいものをなんか全て崩壊させて次に進む人っているじゃないですか。はいはい。あの、要はそれまでの仮面が全部ダメだったって否定しちゃって、そうそれでゼロにして、じゃあ新しいものっていく人いるんです。まあ僕もそうだったんですよ。例外なく僕もそうだったんですね。あ、いや、あ、僕もね、はい、あのね、僕も本当つい最近までそういう傾向ちょっとあったの。ああ、やっぱありました？いや、だって駒口さん進行してるってことはそういう傾向若干あるんですよ。まあそうなんですよね。はい、だから、そう。だから、それをやってた時のエネルギーの使い方って半端じゃないんですよね。もう そこに、もうまさに自分がその自分だっていうのを同一化してる状態なんで、もうエネルギーが半端じゃない食うんですよ。バーって。やってる間中エネルギー使いまくりみたいな。で、さらに、はい。ダメになった時やばい。ダメになった時の喪失感が半端じゃないんですよね。だから、でも最近その、ロキさん幸なのか不幸なのかわかんないですけど、はい、僕と接触しちゃったじゃないですか。そうなんですよ。ラッキーなんですよ。なくなってきたじゃないですか。そう、そういう気の使い方、だから気のコントロールを教えてもらってますよね、僕本当に。だからこれできると楽じゃありません？いやー、相当楽ですね。だから僕とロキさんの2人の共通課題として、休めないってなったじゃないですか。ありましたね。脅迫観念が出てきて、そうそうそう、もう行動してないと今の実績が出ないって勘違いしてますから。あれだから結局仮面なんですよ、ね、うん、そうなんですよ、感情が出てきて、そう、はい、そういうのもこう最近少しずつもう僕もなくなってきたんですよ。そう、休んで、そうなんですよね。だからやっぱクオリティも上がるし、そうなんですよ。だからもう先月か、多分先月かな、僕休むことに抵抗ありますって言ってたじゃないですか。はいはい、なんかもういろんなことを僕やってるからそれを止められないみたいな、全部、はいはいはい、同じクオリティでやり続けるみたいな、だから尋常じゃない精神力だと自分も思ってたんですけど、その1日にやるその作業量の時間で言えば、はいはい、それが実は無駄っていうか、まあ、力の使い方が、まあ、めちゃめちゃもったいない使い方してたっていう、そう気の流れが乱れまくってる状態で動いてたっていう感じですよね。海洋圏状態です、ね、もうずーっと海洋圏ですよ。もう使い続けるっていう、だいつか力尽きるっていうね。やっぱそこがだから僕は最近思ってる、自己啓発とかやってるそういうお偉いさん方が分かってないところだなと思うんですよ。ああ、まあ使いすぎなんですよね、海洋圏の。だから多分、そもそも体自体が、はい、力
自分でやってないですから。そうですね。では教えるので成功したかもしれないんだけど、はいはいはい、自分やってないんで分かるわけないじゃないですか。そうなんですよね。だから要は僕自分でやってるんで、あ、こう動くんじゃんと分かってきてるんで、はいはいはい、だからでやっぱでもちろんロキさんにそういうこう話こうロキさんこう変わってきて、やっぱ楽じゃないですか。やっぱ楽ですね。やっぱああと思うんですよ。やっぱそういうのもやっぱこう見極めないとダメなんですよね、結局。そうなんですよね。難しい。で、分かってる人って思って出てこないんですよ、やっぱり。出てこないんです。だって自分でやってた方が楽しいですから。うん。だからそこら辺も難しいですよね、やっぱり。そうですね。だから、ラッキーでしたね。その気のコントロールを、まあ、できるようになってくると、まあ、その、ノウハウ自体も生きてきちゃうっていう恐ろしい、みずみずしさがノウハウに憑依するっていう。不思議なことになんか、恐ろしいですよ。売り上げ上がるんですよ。そうなんですよね。僕、今月びっくりしました。あ、こんな溜まってたのみたいな、利益。山本さん、毎月びっくりしてますよ。あ、そうっすか。いや、毎月多分びっくりしましたっておっしゃってますよ。毎月驚いてますよ、自分で。いや、そんなにいいのかなっていう、あんまり。いや、でも、ここまでズバ抜けてれば、まあ、驚かないわけ。だって個人でやっててですよ。しかも、多分、カメラ転売を自分で始めて、ここまでの最短距離でこの資金量で個人でですよ、同じ条件でできる人ってもう聞いたことないですもん。あ、絶対なんかのアドバンテージが必ずあって、そこには資金とか、はいはい、あのなんか、まあ、時間とかもそうですし、人脈しかもそもそもゼロでしたからね。そう、しかもビジネス経験があるとかね、もともとなんかセドリやってたとか、あ、はいはい、あの昔なんかやってたとか、そんなないじゃないですか。ゼロの状態からスタートして、しかも、はい、あの別に就職したわけでもないじゃないですか、一回も。あ、そもそもしたらバカになるって思ってた。いやだからその学生状態からのスタートでっていう、もういろんなその条件考えると、このクオリティ出せるっていうのはもう神がかってるんで、結構本当は利益なんですよね、これ。月商じゃなくて、そう、利益ですね、純利益ですからね。月商って、でも月商で経費高くて、あと従業員払って自分に30万しか来なかったら月商500万の意味ないじゃないですか。意味ないですね。だから僕で言ったら、その多分月商300万、400万ぐらいですか。じゃあそんぐらいですよね。そう、そういうことですね。あと、まあ売って値段そんぐらいじゃないですか。そうそう、300万で、まあ利益が90万とかなんで、恐ろしい利益率ですよね。だから、うん、要は、まあ、そこはいいなと思うんですよね。月商とかとは違うんで。そうですね。でしかも人使ってないから、あの人使うのって実はすごいコストじゃないですか。あの給料を払うコストももちろんなんですけど、その指導するコストとか、あのそこで起きてくる問題が、まあ、自分に対してコストとなってこう降りかかってくるんで、だから実は従業員も本当にうまく機能してくれてたらすごいコスト、あの見返りになるんですけど、うまく機能しなかった時のものすごいコストなんですよね。あと従業員にその給料払うために働かなきゃってなったりとか、そう、脅迫観念かられたりとか、従業員食わせなきゃとかね。だから僕はそのこもう今って LINE とかですぐこうやって今スカイプとかもそうですけど、はい、連絡やるとできちゃうじゃないですか。会おうと思ったらすぐ新幹線で僕はロキさんとか行けちゃうし、要は個人パートナー、あの要はビジネスパートナー関係でビジネスやるのがいいと思うんですよ、従業員関係にしたり。そうなんですよね。身軽さ高くなってくるんだよね。そう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 。だから実はそのコストが、あの給料以外にもめちゃくちゃマインドコスト持ってかれて、まあ、それこそ海洋券上げなきゃいけないみたいな。はいはい、そうです。20倍とか。でもそれがパートナータイプだったら、うん、あの僕がロキさんの従業員とかじゃなくて、うん、ビジネスパートナータイプだったらお互いいいタイミングで海洋券出してってやつがいいじゃないですか。そうなんですよね。すごいこうやりやすいんですよ、従業員。そう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 。だ本当それまではね、木をゼロにして、戦闘力ゼロにして、あ、そう、あの力蓄えといてってこともできるし、交互にもできます。そうそうそう。そのコントロールが自分でできるってのがいいですよね。自分だけでできる。そうですよ。だから僕あの5月ですか。はい。草入って思考とかばっかしてたし。ああ、専任的なやつですよね。あ、結構大切なんですよ。あと本とかも100冊以上読んだし。はいはいはい、でもそれって自由だっていなかったと思うんですよ。できないと思いますね。だからそこら辺も結構重要だな。そうだから、うん。まあ、まだその突き詰めるとこがありすぎるっていうか、個人レベルでね、どこまでパフォーマンスを上げるかってとこは、実は結構無限大に広がってるんですよね。無限大に広がってるんですよね、本当に。うん、
できる環境とかできることとか質を上げていけば利益もバーッと上がりますし、やっぱりそう、まあ資金できてくればですけど、うん、そうするとまあ不動産とかそういう株式トレードとかも入ってくるだろうし、そうですね、それも個人でできますからね、完全でできます、従業員いらないし、そしたら1日100万稼ぐとかもまあ普通になってくるだろうなって感じですよね。うんうん、だからそのまあ気の流れを一定にするというか流れを良くすることによって受ける恩恵がもうすごい最短で来るし、ね、余計なノイズ入ってこないし、あと予想外なとこから来たりとかしますし、そうそうそう、偶発的なやつですよね、はい、そういうのを考えると、だから、うん、まあ、カメラ転売だってここまで研ぎ澄ませば行くわけじゃないですか、研ぎ澄ませた結果。そうなんですよね。あとしかも当初のボケってやり方ですよ、はい、ロキさんここまで拡大すると思ってなかったじゃないですか。そうですね、いや、そうしたのロキさんですら、はいはい、こういうこと起きてくるんですよ、やっぱり。そうなんですよね。だから不思議なんですよね、やっぱり。だからまあそうなんですよね、ここまでこう、まあノウハウ自体も進化して僕自身もやりやすくなってるし、はいはい、そう、数ヶ月前の やってることとか考えると、まあ同じようなことやってはいるんですけど、はいはいはい、骨組みは変わってないですよ、全然。あ、はいはい、骨組みはもう一緒なんですけど、でもその細かい微調整が入っていくことによってのレバレッジの効き方が半端じゃないんですよね。そうです。だから要はロキさんが柔軟になったんで、うん、要はノウハウもこう変化していくじゃないですか、より方法。そうそうですね、はいはいはい。ロキさんがあんまりそういうあんまこう固定的になっちゃうと、はい、ノウハウもあんま進化しなかったんで、そあそうそう、もともと僕も柔軟性自体はあったんで、そこいいですよね。そうそうそう、そこいいですね。だから、そう、だから別に、ヤマトさんが、これいいですよって言ったら、すぐ取り入れるじゃないですか。あ、ありがとうございますって。そこはもう、だってそこはもう、プレゼントっていうかギフトですから、はい、贈り物なんで。ここまでこう、ノウハウ自体も成長していく。そう。副、はい、業のその、石上さんも成績出されてますし。そう、そうなんですよ。だから、楽って言ってましたもんね。そうなんですよ。だから本当に目指してたのが、やっぱり、ある程度こうみんなの状況に合わせてでも稼げるっていう方向、それがいいなと。そう、その体系が今結構形になってきてるんで、まあ再現性っていう部分ですよね。あ、はいはい、再現性の部分がすごい上がってきてるなと思ってるんで、はい、でまあ出せる方はここまで伸びるし、はい、うん、振り幅がめっちゃ伸びた。ああ、素晴らしいです、うん、なんかこういう人じゃないと資金がなきゃ稼げないとか、時間がめちゃくちゃないと稼げないとか、その縛りがめちゃくちゃ緩くなってるっていうか、あ、そう、それをすごい感じてるんですよ、やっぱり、はい、いや、それはやっぱりいろんな方の状況に合わせて、その常にこう対処してきたっていうか、いい案がポーンって出てきて、それをまあ吸収していったから多分こうなってると思うんですよね。ああ、そうそうそう、まああとそれにまあもちろんフォーラムの存在とかもありますし、はいはいはい、だからそういう、なんていうんですかね、穴がちょっとずつこうなくなってきてるっていうのは、すごい自分でも感じてて、いや、迷わずアイデンティティなんて捨てちゃったほうがいいですね。捨てたほうがいいですね、僕がね、先生だからとか、意味ないですから、自分意味ないんで、やる人いるじゃないですか、はい、僕、あれはあんま意味ないと思うんですよ、意味ないですね、だって帰ってきたら、変わりちゃってたりとかして、そう、それ、そもそも、どういうことだよ、企業、仮面探したってあんま意味ないですよ、うん、いいと思ったらすぐ取っちゃって、そうなんですよね。あれならもうすぐ捨てるって感じで。うん、うん。そもそもね。で、別にそれ捨てるからじゃ、いい加減な人間かとは僕思わないですし、別に。うん、うん。いや、ほんとそれね、あれ、娯楽の一つとして捉えるぐらいの方がいいですよね。その仮面、そうそうそう、仮面をつけるのも、なんかコスプレみたいに、あ、今日はこの服、あ、今日はじゃああっちの服って、こういう感覚でやるぐらいで、別にその、それを同一化して自分を探しに行くっていうのは、ちょっともうずれてますよね、本線が。でしかもだから僕成長スピードおかしいぐらい早いんですよ。はい。やっぱ、あ、ロキさんも早いんですけど。はい。やっぱ、でそれってやっぱ僕らこう、そういう風にできてるからだと思うんですよ。ああ。まあ。多分、ちょっと捨てられないんで、やっぱり。そうですね。だから、素直さ、まあ、そう、あ、そうですよ。そう考えると、やっぱり、捨てた方がいいとか、世の中の常識から言ったら、これ捨てない方がいいよってことを、ヤマトさんも捨ててるじゃないですか、実際。普通に捨ててます。で、僕も実際考えたら捨ててるんですよね、よく考えたら、はい、あ、このまま行った方が多分いいよねっていうその道をあえて捨ててるんですよ、はいはい、それが普通の人はできないんですよね、そこに乗っかったままずっとこう行くわけですよ、うん、ですよ、だからそれを別にそのうまくいってる時に、あ、これ違うなと思ったら思い切ってパーンって捨てられるっていう
それって客観視できないと捨てらんないじゃないですか。ああ、そうです。そう、今の状況が全てだって思って、まあ、同一化しちゃってたら捨てることできないんで、絶対恐怖っていうか不安もつきまとってるんで、そこには。はいはい、だからそれ捨てれるってことは、それ以上にいいものがあるっていうのを客観的に見れてるってことだから、そう、いい時に捨てれてるし、しかもお互いに。いや、そうなんです。そういうこと。そう。低迷してるときは捨てれますよ、簡単に。これ間違ってるって、リアリティがもう間違ってると思えるから。あ、だからこう、どん底行った人って結構その後、こう急展開する人多いじゃないですか。そう、そうなんですよね。やっぱ、ツッチさんも言ってましたけど。はい。それって、要は、それではダメだって気づいたときに、はい。無意識が、その自動的にペルソナ捨てるんですよね、仮面全部。はい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 。役立たねえ、プログラミング証明しようって、役に立つのバラーって。ええ。だから、あとその後一旦スル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 入ってくるんで、はいはい、あと現象起きてくるんですけど、はいはい、別にそこになるまで、なる前からもう、常時からそれ習慣してた方がいいと思うんですよ。そうそうそう。まあ、そのゼロになる前にね、そうそう、もうすぐ気づいて捨てるっていう状況とか、そうです。そうすると、それやってると、世の中がいかに嘘ばっか言ってるかとか、うん、あやんなきゃいけないと思ってることが、やんなくていいことだらけじゃんってことに気づ、どんどん気づいてくるんですよ。あ、面白いですよ、それは。そうっすよね。でも、そう考えると、その日本の教育システムとか、まあ、一回その就職して辞めちゃったら再就職厳しいじゃないですか、日本って。あ、そうなんですか。要は同じ状況で、例えば、役職が今まで部長クラスだった人が、その会社辞めるじゃないですか。はい、で、新しい会社に行くと、もう最初からなんですよ。それでも当たり前ですよね、そう。そう。まあ、技術職は別ですよ。技術ついてれば、まあ、ある程度待遇いいんですけど、普通の会社だったら、もういきなりもう平社員戻って、はいはい、ってことになるんで、まあ、そういう状況って結構、やっぱり、捨てにくいじゃないですか。一回どん底にでも落ちない限り、その、なかなか捨てられない。そうですね。そう。本質的に言っちゃうと、はい。捨てられない性質の人だからそこにいるっていう話も。まあ、まあ、根本言っちゃうとそうですけどね。だって、そもそも僕なんてそこに行かないじゃないですか。そうですね。まあ、そう、同じ。確かにそうですね。だって大学で最初その公開セッションみたいなときに、はい、あの就職するための優位な条件とかそんな話しかしてなかったんですよ。あ、就職しないって言ってたからその瞬間。まあもう、いやでもただ僕はあのその時からこういう風になるだろうなって分かったんで、あ、まあ、ただ見えてはなかったですけど、はいはい、ただなるなってのは分かってたんで、あ、じゃあもうそれが勝手に具現化していっただけの話っていうか、そうです。まあ予想通りだよね。はいはいはい。って感じなんですけど。あ、で、まあ、そこらはちょっと他の人とちょっと違うかもしれないんですけど。でも、なんつうのかな、こう、ちゃんと読まないとダメですよ、やっぱ、動きを。そうですよね。要はだって、新聞みんな読んでるじゃないですか、大半の人は。はい。でも新聞読んでて、お金持ちになった人ってほとんどいないと思うんですよ、そうですね。今思うと。で、お金持ちで新聞読んでる人ってほとんどいないですよね、今思うと。はいはい。あの、株とかで、そういう、利益上げてる人いるじゃないですか。はい。だってあの人たちですら新聞なんかなら情報遅いんで、はい、あの読んでないんですよ、そういう人たちですら。はいはいはい。あとは新聞なんか、あの趣味以外は読む必要ないなとか分かってきたりとか、テレビも実はいらねえなって分かってきたりとか、はいはいはい。結構ね、いろいろそういうのどんどん見つかってくるんですよね。そうですね。意外と、うん、あの、まあ、もともとその用意されてるものとか、今当たり前にやってることって、あの僕ら当たり前にやってるんですけど、実は誰かが意図して用意したものだったりするじゃないですか。あ、そうです、そうです。まあ、要はその政府だったりとか、はいはいはい、なんか僕らを洗脳するためにもう用意しておいたっていうね。ただそこに僕らがいたからやっちゃってるんですけど、気づけない、はいはいはい、これ間違ってないっていうことに気づけない。例えばダイヤあるじゃないですか。はい。あれって多分石ころですからね。あ、ダイヤですよね。ダイヤ、はいはい、だって一部のやつらがダイヤ世界中から買い占めて、はい、大半海に捨ててるんですよね。ああ、石ころ出すから。はいはい。だって石ころなんですから、別に海捨てたでもいいじゃないですか。そうっすよね。そうすると、減ると希少性上がるじゃないですか。はい。だから別に捨てた分以上の利益単価出せるんで。ああ。で、それを何も分かってないマダムとかが、あの、ダイヤいいわ、ダイヤいいわ言ってますよ。石ころなんですけど。そうっすね。だから、ソウルムとかも分かってないと。うんうん。あとはテレビにこうお金持ちのふりして出てる人いっぱいいるじゃないですか。はい。でそういう人、まあ本当にお金持ちの人もいますけど。はい。でも出るメリットってあんまないんですよね、今もお金持ちの人が、はあはあ、だからじゃあなんで出てるのっていうのをちゃんと読まないとダメですよ、その人がすごいじゃなくて。そうですね。そうです。そういう裏をこう読んでいくっていうか、はいはい、
そういうのが、最近はもう勝手にできるようになってきたんですよね。別に頑張んなくても。なるほどですね。だから面白いなと思って。そういうのは結構、僕も昔からそういうのはあったんですよね。周りがこれ当たり前にやってるけど、なんでこれやってるんだろうとか、そのなんでっていうのをすごい突き詰めていくところがあって、なんか結構流されてやってる人多いなって思ったんですよね。いろんなこと別に考えてないんですよ。しかもそこに考えはなく、右がやってるから私もやるみたいな。学校で当たり前に予習してくるとかも、そう、先生に手を挙げて、はい、予習ってなんでしなくちゃいけないんですかって言って怒られましたけど今はもっとこう、なんつうのかな、やっぱりその前も言ったんですけど、やっぱこう命令された通りに一生懸命勉強していい成績にこうクラスでこう何1位とかいい大学行ったって人よりも、はい、ゲーム学校行かないでゲームやってる人の本質的に頭いい人いっぱいいるかもしれないですよね。あ、本質的にね。まあ、本質的に点数取りゲームはすごいですけども、勉強すれば記憶ゲーム、はいはいはい、まあすごいけども、記憶って、でもみんな頭いい人、記憶力悪い人だと思ってるんですけど、はい、僕それ全然違うと思うんですよ、ね、はいはい、まあ よく言われるのは、だったらパソコンでいいじゃんとかもあるんですけど、記憶、でも記憶能力ある割にはパッと言ってる人って、そういう順調にそういうエリート街道って言われてる人たちですか、はい、あんまいないですよね。あ、結構駒なってる人が多いんですよね。そうすると、お金持ちの人に雇われてとか、はいはいはい、じゃあお金持ちの人どういう人なのって見ると、意外とそもそも高校行ってなかったとか。ああ、そうですね、結構多いですよね。テープローとか、そもそも可視光観念が逸脱してたりとか、うん、今月1億いけるんちゃうとか、そういうこと平気で言っちゃう変態さんたちの方が多いんですよ、意外と。はいはいはい、っていうのはやっぱ現実レベルとしてあるんですよ、やっぱ、うん、見ると、うーん、あんまりだからやっぱりこう役に立たないなと思いますよね、教育。あと周りの大人が言うことですか。そうですね。あと注意してみなきゃいけない。そのアドバイス言ったら、その人がどういう人なのか見ないとダメですよね。それは確かにそうですね。うん、だって親はビジネスしたことない人のほとんどですから。うんうん、そうなんですよね。うん、そう、なんでしたことないのわかんないんですね。うん、ドラクエしたことないのになんでドラクエわかんねえって話なんで。そうなんですよね。ドラクエ危ない危ない危ないとか。そう、だから。だから本当に思うんですけど、まあ、カメラ転売だとそうじゃないですか。やってないのに分かるわけないじゃないですか。はいはいはい、自分で実際今リアルタイムにやってないのに何も言えないですよね。そうですね。だって流れちゃってるんで、時代もそうですけど、その市場も流れてるし、そうですやることがもう事細かに1ヶ月単位で流れていくわけなんで、それがやってなくてよくできるよなっていう感じですよね。批評してる人とか、批評とか、まあ、批評してる人もいるんかもしれないですけど、批評もそうですし、まあ、教えるってこともまずそもそもできないですよね、自分がやってなかったら。あ、そうですね。うん、できるはずないっていう。無理だと思いますね。うん、1ヶ月後に変わってますからね、本当に。変わります、ね、変わりますよね。圧倒的に市場も変わっちゃうし、変わります、ね、うん、市場の変化についていけてないはずなんで、絶対、はいはいはい、うん、細かい変化についていけないっていうか。そうですね。うん、だからそう考えると、まあ、さっきの、まあ、マリカーでしたっけ、スマブラ、よくスマブラマリカーで例えますけど、確かに本当にまあ、やったことない人は論外ですよね、そもそも。論外ですね。やったことない人はもう意味ないですよね。イチャンとか帰ってるやつは根本的にバカなんですよね。ああ、批判だけやってますからね。そうです。だからなんで ああいう風にするかっていうと、うん、自分にその能力がないっていうのは無意識レベルで認知してるんですよ、ちゃんと。はい。そこは客観的に分かってるんですけど、ただし、そうすると、そういう人たちで例外なく、そういう、その自分の状態と自分を同一化してるんですね。はいはいはい。なんで、そうすると自分の存在意義がへぼくなっちゃう。ああ。だから、批判なんですね。そうです。だから自分よりうまくいってる仮面批判して、うん、保ってるんですね、自分自身をね。自分の仮面の方がいいっていうふうにやんないと、あの自分の、そうです、存在意義とかを認知できないぐらい、要は精神的危機状態のある人たちなんですね、結構。僕それ結構身体障害者より重大だと思いますけどね、結構そういう人たちって。あ、マインド的に言えばっすよね。もう末期がんクラスですよね。あ、実もちろん僕もそういう傾向になりそうになったですけど、ね、あ、でも常にそういうのってやっぱり あるじゃないですか、どうしても記憶として残っちゃってるんで、多少そういうのって出てきたりするんですけど、それをやっぱ
払拭しなきゃダメですよね、自分の中で気づいて、あ、これやばいやばい、あの、ちゃんと消さなきゃっつって自分でやっていかないと、そこに無意識にもうそれが自分だってとこまで行っちゃうと取り返しつかないじゃないですか。結構難しいんですよね。難しいんですよね。痛いには痛いじゃないですか。うん、刺さった、はい、痛いっていうのはそのフィードバック情報なんですね。そうなんですよね。だから早く治療しろってことなんですけど、はい、でも痛いじゃないですか、やっぱり痛いんですよ。自分が痛いと思うんじゃないですか、当たり前と。でも外れなんですよね。そうなんですよね。そこら辺がやっぱ難しくて、そうなん、まあそこってね、どうしても目に見えてるものが全てじゃないかって、やっぱりもう絶対もう9割以上の人が言うと思うんですよ。100人いて99人がそれ絶対それが現実でしょって、目に見えてるものが全てでしょって言うと思うんですよ。でもあなた視力何点何本なんですかって話しますね。うん、照明合わせて 4.0 の人が最近少ないじゃないですか。はいその程度のですよ、話ですよ。だって、うん、見えてるものってかなり少ないんですよ。そうですね。だから 目でこの捉えられてるもの自体は実はもう本当断片的な、もう超一部分でしかなくて、それか結果だけなんですよ。はい、前あのロキさん言ったと思うんですけど、あの、ええ、結果から原因考えるのってずるいんですよね。何とでもなりますからね。要はある結果があったとしたら原因何なのって言ったら、どんだけ妄想したとしても、はいはいはい、辻褄は合うんですよ。それっぽいことを全員並べればいいわけですからね、納得いくような。だから僕もとか心理学とかもちょっと半分やっぱ甘いなって言ったらそこで、はいはい、こうやったらこういう風に変化しますって言うんですけど、はい、結果ですよねそれ、はい、だからその原因が脳とか心がこう動くからですよっていうのは、あの原因の仮定パターン A 言ってるだけだって、はいはいはい、もしかしたら BCDEFG とか他にもいろんな仮定パターンあるはずなんですよね。うんうんうん、だからでもよく言われるのは、原因一つの原因からやっぱ結果一つですよね、当たり前として。うん、刺さったら痛いみたいな。はいはいはい。だけどでもじゃあ痛いのはなんでっていうと、いろんな理由考えられるんですよ、やっぱり。はいはいはい。だからやっぱそこら辺もみんな錯覚するんですよ。だから、ね、現状の自分の結果だけ見て原因を考えちゃうと、うん、とんでもない方向に行くんですよ。そう、しかも原因を考えたところでそれだけじゃないですもんね。ただその本当に一個だけ、まあ当たってたとしてもその一つの部分だけで、そこから汲み取れるものって実は無数にあって。そうなんです。そうだからあんま考えても意味ないんですよね、正直。最近だから僕もさ、本当気づいてきたんですよね。うん、意味ないんですよね、考えても。そうそうそう。あ、でもこれだけだとちょっと伝わりづらいかもしれないですけどね。意味ないとかね。まあ、その、いろいろやっていかなきゃいけないことがいっぱいある、いっぱいでもないですけど、すごい簡単ですけども、まあ、できないですね。なかなか。難しい。だこういうことをね、ずっと懇親会では、まあ、延々と喋ってたわけですよ。さらに突っ込んだ話を。いや、こんぐらい可愛いですよね。まあ、可愛いですね。もう本当に氷山の一角でしかないですよね。海の下にはものすごいものが深くあったと。これ、だからもう、またやりたいですね、僕。やりたいですね。懇親会はもう、なんかの形でまたやりたいんですよね。面白いから。いや、全然いいんじゃないですか、やっぱ。そうなんですよ。すぐ行きますね。そうなの。面白いんですよ、あれ。そう。だから今年中にまたやりましょう。あ、いいっすね。はい。今年中に、そうですね。まあ、仕入れも、またツアーも要望があったんで、ちょっと僕やろうかなと思ってますけど。ああ、はい、はい。はい。まあ、それも絡めてやってもいいし。ああ、なるほど、なるほど。うん。そうですね。いいっす。そう。あ、面白いですよね。いいっすね。フォーラムいいっすよね。フォーラム、だからこれ面白いのが、なんか、僕もなんか趣味になりかけてるんですよね。なんか面白いんですけど、なんかやっぱ最初はビジネスで考えてるわけですよ。あ、はいはい、まあ、もちろんその指導しなきゃいけないってことは もちろんそれは当たり前ですよ。あ、はいはい、あのお金いただいてますし僕は。でもそこからなんかこうなんていうんですかね、あ、皆さんとこうお話したりとか、それってもう僕の趣味の範疇になってきちゃってて、まあ、そうです、友達と会う感じ。そう、なんかもう別に飲みに行きたいとかってお金払うじゃないですか。普通に遊び行くのにもお金払うじゃないですか。もう本当にそんな感覚で、しかも、この間気づいたのが、今年で結構一番面白かったんですよ。ああ、僕もめっちゃ楽しかったです、ね。そう、今年あったイベントの中で結構一番楽しかったんですよ、僕。どんな飲み会行って、どんな、まあ、はいはい、遊びやったんですけど、はいはい、一番楽しかったんですよ。いやでも本当、でもロキさん本当楽しそうでした、ね。めっちゃ楽しかったです。だから、これってもう、ビジネスとかっていう範疇超えてるなと思ったんですよね。
ということに気づいちゃったんですよ。 あ、これビジネスから入ったけど、で実はあの、はい、面白い感じになってっちゃってるなって、自分自身で。そしたらもう締めたもんですよ、ね、締めたもんなんですよ本当に。苦痛じゃないですから全然。真剣仕事ってそう面白いんですよ。僕ね、そんな傾向ね、あのやっぱ高まったんですよ。あ、やっぱそうっすよね。なんか楽しいっすよね。いや、いいっすわ。そうで、でなんでかっていうと、そのマインドの話したじゃないですか。はいはい、そう、あれで共振性で同じ人たちをこう集めていくっていうもう原理もあったんで、はいはい、それってまあそういう人たちが集まってるってことはなかなかないわけです。そういう場ってかなり貴重なんです。貴重すぎるんですよ。だって、はい、普通に考えたらまあ飲み会行くとか、まあ友達の紹介で会う友達とか、まあ確かにその振動が同じようなこう共鳴して引き合ってるっていうのはあると思うんですけど、表面的であんま面白くないですよね。そう、でも僕らってもういろんなこと共有した仲間たちが会うわけですよ、はいはい、共有度が高すぎる状態で会うっていうか。面白いっすよね。面白いんですよね。めちゃめちゃ面白いんですよ。なんつうのかな、僕って別に、はい、他のは素晴らしいと思うし、はい、他のこと本当愛してるんですね。だからそれがなかったら僕らもう終了なんで。そうですね。ただし、じゃかといって、じゃお金があればあるほど偉いかって、僕はそれは全然違うと思ってて、はいはい、あの、だって別にそれってお金に執着したアプリケーションっていうか、そういうデータ体が自分なかったら、いや、仮面ですね。では、成金みたいな人もそうですけど、はい、誰だってできるんじゃないですか、そんな。はい、誰でも。だからそこは別に、違うなと思ってるんですけど、マインドがいい人っていうのは僕は本当に貴重だと思ってるんですよ。そうなんですよね。だからそういう意味ではこれはかなり貴重になってきてる。そうなんですよ、本当にそうなんですよ。だからもうマインドいい人しかいないし、すごいよなって思います。だからそういう状態であったら、あ、必然的に楽しいのは当たり前だよねっていう感覚ですよね。そうそうそう、うん、そう、だからこれが面白いなって。だから、うん、今までのこの思考とかやり方とか、この作り方ですよね、あり方とか、そのフォーラムを作ったその経緯とかいろいろ考えていくと、やっぱりこれ想像してたんですよ、うすうす。あ、楽しいことになるだろうなみたいな、なんかこうふわーってイメージしてたんですよね。あ、はいはいはい、それが具現化した時のこのなんか喜び半端じゃないですね。そうです。もう僕は、あの、マインド、もうマインドオタクって言ってもいいんですね。マインドオタク。だから、なんつうのかな、ビジネスやってるときはマインドの研究の一環としてやってた感じなんですよね。ビジネスは分かりやすいんですよ。はあ、コントロールしてたら、やっぱ利益出るし。あ、そうですね。数字化しますからね。ビジネス、そういう意味ではすごい便利なんですよね。はい、はい、はい。で、あんまり、その税金以外、あの、ルール設けられないんで、自由なんですよね。部長とか課長とか僕いないし、はいはいはい、あ、こういうルールない分、はい、あのニュートラルな情報結果出てくるんですよ、ね、ええ、だからマインド状態のさ範囲として見るにはビジネスは最高なんですよ、ね、そうですよね。だって使えるんで、うん、その一環としてもちろん楽しくてやってたんですけど、はいはいはい、なんていうのかな、またこの懇親会によってそのまたこの質がまたちょっと変わったんですよね。 なんかその新しいところがピーンってこうひらめいた感じしません？なんか今までこう見えなかったところが光がピーンってこう灯ってやっぱ紐付けられて、僕の中でフォーラム、いや僕ももちろん利益上げたいし、はい、成長したいんですけど、はいはいはい、フォーラムにも もっとそうしたいと思った。そうですよね。いや本当そうですよね。僕も一コンサル生に過ぎないんですけども、はい、なんかそれはすごく思ったんですよ。だからそれがね、てかもう本当にそういうマインドの人たちが多いじゃないですか。シェアシェアみたいな、はいはい、これがね財産ですよね。大さんですよ。ああ、だから僕も本当にもっとシェアできるように頑張んなきゃなと思う。頑張るっていうか、まあ楽しむ、はい、頑張るは間違いですね、楽しむ。だからこう、なんていうのかな、組んだ方早いですからね。早いですね。いいんですよ、良くていいんですよ。世の中ってすごいんですよね。あの、学校ってあのテスト一人で受けさせるじゃないですか、はい、あの教室のルールとか言ってくるくせに、はい、服装チェンケンとか、はい、農園にテスト一人で受けさせるんですよ。アホ臭いじゃないですか。ああ、みんなでやれって話ですよね。そうそうそう、そう、まあ、うん。みんなだったら絶対100点取れないんですよ。そうっすよね。でもビジネスって良くて、あの、組んでもいいんですよ。はい。そこ素晴らしくないですか？いや、素晴らしいですね。で、例えば20世紀みたいな大量生産すればいいみたいな時代は、はい、あの、それこそその、なんていうんですかね、あの、こう、買ったものが上だみたいな、そういう風
風潮あったんですけど、確かに。はいはいはい、ただ今もう、どの国も大量生産できるようになって、そういう時代じゃなくなったじゃないですか。はいはい。なると、競争意識ある人たちが、なかなか勝てなくなってきてるんですよね。今の大企業見ると分かりますね。そうですね。それで今度からどういう人たち勝ってくるのかって、21世紀型ですよね。はいはい。組む人間、組むのとか、他人のこと助けるのうまい人どんどん成功していくっていうのはもう目に見えて分かるんですよ。あ、だって LINE とか Skype とかですぐ情報共有できちゃうし。はいはいはい。うん、そうです、そうです。だから、あと要は信頼、そういう人間の幅がどんどんこう、なんていうんですかね、こう見つかるスピードが速くなってるってことじゃないですか。どういうことかって。やっぱこう、他人のことを助けたいとか、はい、要は自分だけじゃなくて、そういう人たちって必然的につながりやすくなると思いますね。そうですね。当たり前のことです、そうです。でそういう人たちって組んだら絶対強いですよね、やっぱり。そうですね。っていうのをやっぱ最近思ってて、ええ、あ、いやー気づいてよかったわと思いましたね。そうですよね。大学で勉強してたら、うん、こうやって自分一人だけで世の中生きていくぜ、その練習してるようなもんなんで、やっぱり、うん、単位も自分だけだし、うん、でそれよりも僕は早くさせと、いろんな人とそういう協力して、うん、なんかできるこうシェアシェアとかそういう練習した方がいいなって思ってたんで、あ、そうですね、それをこう懇親会でこう顕在化したっていうか、はいはいはい、ひしひしと感じました。ああ、じゃあやっぱな、そう考えてもよかったっすよね。そうか、そう、簡単ですか、うん、いやだからもう楽しかったんですよね、あれ。なんか知んないけど。楽しかったですね。いや、もう楽しかったですね、本当に。はい。楽しかったですよね。僕は帰ってきて、ずっともう疲れて寝てましたからね。あ、そうですね。僕も何にもしてなかったですね。もう今日はいいやーって、こう、ぼーっとしてましたね。もう余韻に浸ってましたもん、ずっと。あ、そうですね。だから本当、新しく入った方たちでも、まあ、僕、こういう感じでね、早く味わってほしいなっていうか、同じような感じで。はいはい。うん。ああ、もう本当はですね、なんか変な人いなかったですし。いやー、いないですね。なんか、いませんでしたよね。いや、全くいないですね。僕も常にこう、毎日ね、連絡は取らせてもらってるんですけど、はい、まあ、やっぱり、物腰柔らかくて、はい、丁寧というか、やっぱまあ、そもそも、ロキさん敷き入れるじゃないですか、やっぱり。はい。だからやっぱそこで結構その選定能力上がってるじゃないですか、やっぱ。ああ、まあ、そうですね。まあ、最初に、まあ、誰でもいいからっていう感じじゃないですからね。はいはい。ああ、そうですね。うん。だって、もちろん僕ももうちょっとで落ちそうになりました。うん、いや、危ねえ。あれはまあ、正解でした、僕。入っていただいても大正解で。でももうああやって僕もうフィルターかけちゃうんで最初に。あ、はいはいはい、はい、お話ししてダメだったらダメですし、もちろん、あ、その辺もやっぱありますよね。いい人しか来ないですもん、本当に。やっぱ強いですよ、少数でも。うん、やっぱシェアし合うんで。そうですね、相乗効果半端ないですよ。半端ないですね。だから他の馬の骨かなんかわかんないみたいなフォーラム、こうどんだけ人数束なっても、はい、勝てないんですよ、やっぱり。そうですね、ちゃんと共有して、もう本当にその細かいところまでですよね。なんていうんですかね、もう本当細かいところまでシェアしていくじゃないですか、一人一人が。あそこまで行くと、そのやり方とかノウハウってこうニュアンスですよね。こうニュアンスですね。もうどん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 できてきちゃうから、勝手にニュアンスのが大切じゃないですか。そうですね。骨組みはだって変わんないですからね。奥まで行くと。うん。まあ、そのニュアンスをシェアできるってのは素晴らしいです。そうなんですよね。ほんと骨組み自体はだって変わんないですもんね。はいはいはい。でもそれと似たようなことやってる人いますけど、そう。消えてきますね、やっぱ。そうなんですよね。だ本質が分かってないっていうか、やっぱそのニュアンス、細かいところまで掴み取れてないっていう、はいはい、ところですよね。はい。これも面白いですよね。だそういう意味で、うん、マインド面も、まあ、別にコンサルで教えますとかっていうふうには大々的に言ってないですけど、はいはい、まあ、勝手になんか自然とスッてこう入っていっちゃう部分ってあると思うんで、関係性を持った時点で。あ、そう、要は持った瞬間から変わっちゃうっていうね。データ共有開始されちゃうんですよ。うん。面白いことなんですよね。ダウンロードみたいなのあるんですよ。
そうだからもう本当に一緒にいる人って結構重要っていうか、めちゃくちゃだから重要なんですよ。めちゃめちゃ重要なんですよね。誰でもいいから来てくださいとかってやっちゃうと本当にもういろんな影響を受けちゃうから、めちゃくちゃ重要 で、 そうで、だから賢い人と話してるだけでもラッキーなんですよ。そうなんですよね。それだけで頭めちゃくちゃどんどん良くなってるんですよ。だそれがちゃんと共有できて、なんかね、脳から気持ちいいこう出てくるじゃないですか、話して楽しいと、はいはいはい、楽しいとかと共有できてるだろうっていうその予測がもうあるんで、前提にそれもっと楽しいですよね。楽しいし、まあなんか頭がぐるぐる回転してくる、いいのが出てくるんですよね、ポン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 。あの話でその聞いた内容以外のデータも実はその無意識化で交換し合ってるってのはもう分かってるんですよ。そうですね、だから、あの本当頭いいやつと話してる人ってラッキーなんですよね。はい。で、頭いいってあのエリートとかそういう人たちって結構バカが多いんで、はい、そういうのじゃなくて、なんつうのかな、こう本質見える人ですよね。はいはい。あとあんまりそういうこだわりとかない人に限ってやっぱ天才派だと僕思ってて、でそういう人と話せるとラッキーですよね、やっぱり。だからどんどんその思考の枠組み外れてくる。はいはいはい。そうですね。いらないじゃん、ね。この仮面もいらないじゃん。どんどん分かってくるんで。はいはいはい。能力解放されやすくなる。そうなんですよね。あ、山本さんもそういうところもないっすもんね。あ、ないよ。そもそも頭いいっすけど、山本さんの場合は。その、記憶勉強の方もすごいですけど。あ、まあ、さらに、いや、そう、さらにそこの能力値外すやつも持ってるし。そこはもう意識してずっとやってきましたからね。だから それは両方持ってるっていうのはもう最強ですよね、やっぱり。ああ、まあそこはちょっと運良かったです、ね。強いと思いますね。だから、あ、適任だなと思って、あの、今その分野極めれば。そうでしょうね。やっぱ本書いてる人たち全然分かってない人いっぱいいるって最近分かってきちゃうんで、やっぱ。ああ、なるほど。だから、競争相手いねえなと思って。はいはいはい。だからいいですよ。だから、そもそもみんなの競争しようとしてるから、ええー。例えば時給1万のそういう稼げる仕事とか、はいはいはい、頑張ってもとか月給50万とかそういうところでみんなこう行こう楽に行こうとすると、そこに結局そこにいろんな人群がるんですよね、はいはいはい、だから余計難しくなるっていう。あ、そもそも誰も目指さないところを目指すとすごい良くて、それがいないところとか、はいはいはい、競争が発生しないですよ、ね、今も。そうですね。だからそうすると実は結構簡単だったりしますよ。あの、そういう、ちょっとまあまあらへん狙うより。そうですよね。っていうのは分かったんですけど、なんか本読むと、あんまり分かってる人がいないっていうのに最近気づいてきて、そりゃ勝ったなと思って、だからあと何年か、まあでもちょっと若すぎるんで、はい、何年かちょっと様子見て、はい、で、やると。戦立ててますね。だって敵いないですから。なるほどですね。そこは面白いなって。多分その時多分相当お金持ってますからね。ね、でもあれですよね。つい3ヶ月前ぐらいに、はい、あの、まあ、こうなることを予想してたじゃないですか。はっきり言って。え、何でしたっけ？いや、もうだって2月終わった時点の音声で、はいはい、とんでもないこと、面白いことになりますって話してたんですよ、山下さん。カメラでね。そうだ、カメラで。で、はいはい、実際に夏ぐらいまでとか言ってたんですよ。あ、はいはい、で、それがもう夏前に現実化してるんで、あ、で、これなかなかね、あの、自分で言ってそれをそのままやる人ってなかなかいないんですよ。しかもその、いないっすか？あの、ギリギリとかじゃなくて、もうすんごいクオリティ上げた状態で達成しちゃう。その、だって、必死こいてやったわけじゃないじゃないですか、今月だって。まあ、なんとか必死こいていく人はいますよ、いっぱい。いっぱいでもないですけどね。それでもかなり少ないですけど、なんとか、もう、すごい死に物狂いで行きましたみたいな。多分僕のこの話し方のニュアンスからして、結構力抜いてるのは、うん、多分感じしてる。いやいや、もうそれは十分伝わってますし、あの、要は、それ以上の価値をつけて、あえて落ち着かせてこのレベルで来てますから、もうそれって結構すごいことで、で、この短いスパンで考えてもありえないことが起きてるわけなんで、それって多分今おっしゃってたお金持ちになるとかっていうのも多分達成してるんですよ、普通に。いいですよ、ね。でも一番高かったのってこの93万ですか？はい。93万1000円ぐらいですか？はい。まあ、これも、もうもちろんこれもすごいんですけど、あの、結構マインド面での方が僕結構かなり成長したんですよ。ああ。そこの方が実は財産かなとは思ってて。ああ、マインド面の向上が、まあこの数字を作ったと言えると。だから要は余計その字にできない方の概念掴んだっていうか。ああ、なるほど。はい、やっぱ抽象度高いんですよ、やっぱ。ここら辺までいっちゃうと。やっぱその、
感情をそのボディーランゲージ説明するのってやっぱ根本的に無理じゃないですか。無理ですね。なんでやっぱ文字とか本程度じゃやっぱこう表せない領域ってあるんですよ。はい、ニュアンス的な、本当それこそそっちですよね。はい、感覚、例えば僕がさんの目の前で赤引いたじゃないですか。はいはいはい、はい、あれ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 文字で説明してとか言って無理っすよね。だからああいうのこう掴んできたんで、ああでかかったなと思って。もううん、もうなんだろうな、見えない力って言って言っときましょうか。ここではなんかこう見えない力、なんかこうやっぱあるんでしたね。じゃあそっちを掴んじゃってるからもう強すぎますよね。でもやっぱそれできたのがやっぱこのあれなんですよ。やっぱ結構やっぱちゃんとゆとり持ってたからです。勉強もしたし、だ意外と必死こいてやってる時って気づけないんですよね。そういうことね。同じルーティンで、まあ同じようにやることはできるんですけど、そこから先の成長って結構きついですよね。あ、まあ、固定化されちゃうんですか。固定化されて、もう思考もね、揺らぎがないから、もうずーっと同じことやんなきゃいけないっていうのに縛られてますし。だからやっぱその、例えばサラリーマンの方もそうですし、はい、雇われてる弁護士さんもそうですし、ええ。記者の方もそうなんですけど、固定じゃないですか。そう、固定なんですよね。で、一生懸命めっちゃ頑張ってるんですよ。うん。なんだけども、やっぱ収入とかそういうのも全部固定化されちゃうと、思考パターンも固定化されるんですよ。そう、そうですね。で、なんだかと、ここ今月50万入るから、こここう使って、こう使って、こう使ってって、すごい固定的じゃありません？そう、そうなんですよね。発展させようとしないですからね。スタートの時点から固定されちゃってるじゃないですか。うん。僕逆なんですよ。はいはいはい。そもそもそんなこと考えさえしないし。今日、高校コースかな、コースかな、コースかな、どうやったら登場するかなとか。そうそうそう、思考のその始まり方自体も違いますよね。まずあとはさっさとどうやったらお金貯まるかなとか、うん、あと無理して倒れたまごなんで、はい、もっと楽にできるようないかなとか、こう検索からして行動始めてるとか、はいはいはい、やっぱりそのクオリティがその徐々に徐々にその時間が経てば経つことそのやっぱ出てきますよ。あ、やっぱ僕は成長スピードおかしいんですけど、はい、経済面でも成長面でも、はい、でもやっぱでも結局それで今もそんなにおかしいことでもなくて、うん、だって毎秒毎秒考えてることは真逆じゃないですか。そうですね。そうだからそれやっぱ1ヶ月2ヶ月したらとんでもない差になるの当たり前だなと思うんですよ。今思ったらですけど。そうですね。ああ、だからやっぱここら辺とかね、こうよかったなと思うんですよ。やっぱ大学生いたままだったら分かんなかったと思うんですよね。ああ、でもあえてその一人の時間作ったりとか、そういうその、まあ、データに侵された人たちの群れからこう離れたっていうのが一番でかかったんじゃないですか。本能的に分かったんですか。うん、本質的な部分に気づくためには。でそれであと岸死んで、うん、もう本当ショックでしたけども、はい、なんつうのかな、でもその時こうなんかこうパカってなったんですよ、ね、なんか気づいた感じしたんですよね。だそれもあれですよ、言葉じゃ説明しきれない部分ですよね。 その時の現象ってだって無理っすもん。それ分かろうと思ってもなかなか、もうその言葉だけ聞いただけじゃ分かんないですもんね。分かんないですけど。分かんない。その脳の、うん、あれ脳でもない全身からなんかこうあったんで。ビキビキって来たんですか、なんかこう反応的には。なんかこうあったんですよね。あ、そこからもう思考のクオリティ変わったし。なるほど。でもちろん脳科学だけとか心理学だけとか科学とか信用しなくなったし、やっぱり。あ、やっぱ限界あるよねっての気づいてくるし、やっぱその言葉で表せない概念っていうか、うん、やっぱね、それを適用してみるんですよね、ビジネスで実験で、はいはいはい、やっぱ結果出るんですよ。やっぱそうですよね。面白いですよ、やっぱ、うん、でこうちょっとこうで、ロキさんにもこういいの、まあ本当いいなって自分で分かったのだけ経験して、はい、でこうシェアさせていただいて、ロキさんやったじゃないですか。そうですね。よくなるんですよ、やっぱり。そうなんですよね。だから僕もその徐々にですけど体感してこう確信に変わっていってるわけですよ。でこれがもうバンバンバンって起きてくるごとにもうこれが、あ、間違いない間違いないってもうすごいリアリティを帯びてくんで経験しちゃうとやばいんですよね。うん、ですよね。うん、でも今までの自分 その仮面では信じられないんですよ。そう、要は努力しまくるかとかあるじゃないですか。うん、苦しまないと物事はうまくいかないし、はいはい、あと現状の今否定して一生懸命努力しないとその幸せになれないみたいな、うん、あとは現状そもそも自分はもう罪持ってるしみたいな、うん、そういう宗教的練り込みですか、うん、はいはいはい、そこら辺が全部嘘だって分かってきたじゃないですか、はいはい、うん、皮肉なことだから、うん、そういうのが財産ですよね。そうですね、いいと思うんですよ。結構ディープなとこまでこうお話やっぱりなっちゃいますね。なっちゃいますね。
どうしてもこう。見てないから大丈夫ですか？こんな長時間は。あ、いや、ね、実はね、見てるんですよ、皆さん、実は。見ますか？見る方見てるんですよ、ほんと。見てくださってるんですよ、実はね。ほんとに。もう全部見てますよ、見てる方。ほんとに見てますよ。メールとかくれますから、ほんと。最後まで見ましたって言って。ああ、そういう方。いらっしゃるんですよ。はい。こんな時間見ます普通。だって、普通にもう、ね、あれですよ、テレビ番組みたいになってますからね、時間で言ったら。でもまあ、テレビ番組なんてあんなの便所の落書きみたいなクオリティになって。まあまあ、これはちょっと。マンネリは1000倍いいですよ。そうですね。まあだから、これもでも、まあなんとなくね、ふわっと話してますけど、気づくっていうか無意識レベルで気づいてる方は、多分もうビリビリ反応してるはずなんですよね。この音声聞いただけで。バリバリ反応してるはずなんで。多分センスある人は、はい。びっくりしてますよね。びっくりしてますよ。どっかでなんか気づくはずなんで、ピーンってこうなんかね。うん、で、ダメなやつは、はい、あ、そもそももうここにまで聞いてないっていう。そう、そうですね。ちゃんと無意識がフェードアウトさせる、そうです、ね、だからもう分かりきってることだから、もうね、そこはもう全然いいとしてね、いいとして、いいとして、はい、いやー、ちょっと面白いですね。いや、山田さん、この、あれですか、もうお昼の時間なんですけども、はい、まだ大丈夫なんですか？いや、いいっすよ、だって、あ、本当ですか？はい、ちょっとゆとりある、あ、したら、じゃあ、ちょっと一旦、ちょっと2時間弱になってるんで、はい、あの、前回の音声より10分ぐらい、あの一本が長いんで一旦ここで切らせてもらいましょうか。あ、はい、はい、これうまくあの録音できなかったら結構やばいんで次はちゃんとカメラのことがちゃんと入ってあ、わかりました。じゃあもう一回仕切り直していって、あのまたお話しましょうか。あ、はい、はい、ありがとうございますじゃあ一旦切りますね。失礼します。はい、失礼します。じゃあ続編へ続きます。あ、はい、あ、ちょっと取れてきていいですか？あ、わかりました。じゃあ、大丈夫ですか？声、あ、全然大丈夫です、僕は。もう、至って大丈夫ですね。いってらっしゃいませ。はい。ということで、ここまでね、一本でお付き合いいただいている方、本当にありがとうございます。はい。もう話してると、もうこうやってね、どん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 時間が過ぎていっちゃうんですね。うん。で、もう本当に懇親会の時がめちゃくちゃ面白かったっていうのはね、伝わったと思うんですけど、まあ、こんな感じでもうわーわー喋ってるので、時間もあっという間ですしね、疲れることも一切ないんですね。うん。なのでちょっとね、まだ、せっかくなんで、まあ、後編ということで音声撮らせていただこうと思うんですけれども、まあ、そちらの方もぜひ、引き続き見ていただければと思いますので、まあ、一旦この辺でちょっと、前編ということで切らせていただきます。はい。ここまでお聞きいただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メルマガ登録、チャンネル登録お願いします。情報発信系 YouTube チャンネルもよろしくお願いします。画面右上のボタン、もしくは動画下の説明欄の URL からご覧いただけます。これから情報発信を始めたいと思われている方、アフィリエイトにご興味がある方は、非常に参考にしていただける内容となっておりますので、ぜひそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。